はいえそれでは時間になりましたよろしくお願いいたしますえと合格答案作成講座の民法の第一回の講義ですねえ始めていきますえとこの講座ですねえ合格答案作成講座ということでまあ一回インプット講座はある程度一回回した方それとあと来年の予備試験法科大学院等ですねえ最後アウトプットとしてのまあ総まとめという形でえ網羅的に扱っていくというの講座のコンセプトになっていますえで民法と民事訴訟法はあの私の方ですね担当します田中と言いますよろしくお願いいたします。 えー、一応、講座としては民法と民事訴訟法のほうが担当になりますが、えー、民法の講義がです、ねえー、比較的長くてですね え全14回ですね、えー、民法全14回、えー、それから民事訴訟法は全8回にわたってあの担当させていただきますで、えー、講座のコンセプトとしてはですね、えー、先ほども申し上げたところで、まあ、1回インプットという形でまあ学習がある程度進んで、えー、もしくはまあインプットはしてみたんだけれども実際にまあ論文を書いてみるとか、えー、もしくは実際その担当特にあたってまあ知識がちょっとまだ定着していないかなという方も多いと思うんですけれども、まあ、1回まずいろいろな論文式の問題を通じて問題の書き方を 学んでいくとで実際、問題を学んでいきながら、まあ、書き方のスキルを学ぶのはもちろんなんですけれどもえそれに合わせて民法、まあ、14回ありますので14回、いきなりもう全部シャッフルする問題ではなくて最初の早速ですね総則、えー、のところから、まあ、順次、えー、単元別にわたって重要問題を網羅的に扱っていくということでインプットの復習も兼ね,ね,ねていくと。 いう講座になります。でえー、民事系、刑事系、えー、それからあの公法系ということで、あの並行して進んでいきますので、えー、この場合民法の方は毎週木曜日ということになりますが、まあ一週間でだいたい十問ぐらいの問題を順次扱っていくという、えー、講義構成になっております。でその上でですね、えー、まずテキストの方を確認いたしますと、えー、受講生の方はですね、三つのテキストが渡ってると思います。えっ、ー、と問題集、論証集、定義集という形で三つのテキストが渡っていますが、えー、講義としては主に 使うののはこの問題集の方を使っっていきますちょっとまあ問題集どういう構成になっているかということですが、まあ、開くと多分、目次があるんだろうなということで目次がありましてあごめんなさい私のやつ書いい私た <laughs>、えー、大体こういう形であの問題ですね、えーまあ、第1問という形でまあ旧司法試験の問題になっていますけれども、まあ、第1問があって問題があってその次に解答例がついているという形で問題がまあ延々続いているという、えー、こういう形のテキストの構成になっていまして、えー、全部でですね 14回の講義で全94問ですね全94問とそれから予備試験の過去問、ですね過去8年分の予備試験の過去問の8問を合わせた全102問が収録されていて講義の中ではこの102問について全問を扱っていくという形になります。でその上でですね はいえー、予習・復習について少し、えー、触れておきますと基本的な講義の考え方としては、えー、まずはとにかく答案を書くにあたってまず事例をしっかりと分析すること、えー、そして、その問題を書く上えで、まあ、もちろん文章化するというのはとても重要なことなんだけれどもまず前提としてきちんと、まあ、事案に即した形で答案構成ができる、えー、というのがまず最優先だと思っておりますので、えー、講義の中ではできるだけ多くの問題ですね。 だから一問二問とかをやるのではなくて、えー、もうある程度網羅性のある形で、まあ一回の講座でだい十問ぐらいの問題をどん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 答案構成をしていくと、で答案構成をしていく中で、えー、実際にその問題を解く上でのスキルっていうのを身につけていくという形になってきます。えー、ですので予習としてはですね、一、えー、つの目安としては一回の講義で十問を一つ目安にしています。で予習としてやっていただきたいことは何かというと、えー、実際問題を見ていただいて問題を見ていただいてで実際にそれに 対して回答として 答案を作る必要はありませんが実際にどういうことを書かなきゃいけないのかという形の答案構成を作成してきていただきたいと思っていますで。答案構成ってどとうい,ういうのがおそらくいきなりこれから書き始めるという方もいるので答案構成ってどういうものっていうのがピンとこない方もいると思うので今日、実際にいくつか答案構成ですね問題の中で答案構成10問ぐらい解いていきますのでその中でああこう答案構成ってこういうもんだというのが分かってくると思いますのでそういう形で10問やってきていただくと。でその際に あの注意していただきたいのは分からないものを調べなくても結構です、無理に。いいですね、あの例えば基本書とか 入門でやったテキストをずっと読んでいってそれで調べて必死になって作っちゃっても正直予習段階ではあまり効率はよくないところですのでえ一つの目安としてはえ1問あたり20分かけて全然思いつかなかったり煮詰まってしまったらその問題はストップで良いですえむしろその問題はおそらくあの調べないと分からない問題になってますからその場合には解説を聞いてそれで答案構成理解してで理解した上えで今までインプットしてきた教材に戻ってその上で復習の中で完璧にしていただければいいという形になりますので 今持っている知識の中で解けるかかどうかっていうこといこですねで調べるとしたらあえて調べるのであれなのはあの1年目もしくは入門講座とかインプット講座で使ったものでパッと調べて分かるものは調べてもいいと思ってます。 いいですね、なんとなくうろ覚えになっている判例とかあるじゃないですか、なんとなくこんな判例あったなみたいな、そういったものでパッと調べれば分かるものは調べてもいいんですけれども、問題見て、方向性が見えてこないものについては、基本的には答案構成は不要という形にさせていただいています。で、講義の進め方としては、これは特にあの必要ないですが、予習としては、答案構成ですね。 だいたい最大でも20分ですね。最大でも1問20分として、このぐらい答案構成していただいて、であとは分からなかったものについては、まあ分からなかったっていうことはチェック入れとくといいです。この辺がよく分からなかったとか、そういったところについてある程度チェックを入れた上で、自分なりに答案構成をしてください。で、答案構成については、基本的に何を書くべきかっていうことが自分の中で頭の中で分かればいいですから、特にあの中には結構 いらっしゃるのがすごい丁寧に書いてくる方もいらっしゃるんですけど基本的に自分が分かれば構いませんですねあの人に見てもらうものではないので自分がパッと見てえもう自分なりの略字ってあるじゃないですか売買契約だったら S って書いちゃったりとかえそういう,もう略字で全然構いませんので自分でえ書くことが頭の中で分かっていればよろしいですでえ答案構成大体10問前後やってきていただいて基本講義としてはまあ答案構成を中心とした解説を行っていきますで まあ主に事例の分析ですね、えー、事例の分析等々を中心とした、まあ、問題を解いていってで、えー、一つの形としてこれは書かなきゃいけませんよとか、えー、もしくはこの部分については厚く論じなきゃいけないという形で、まあ、答案構成をした上でえで、ー、書くべきことというのをまあ示していきますで、まあ、講義の中でそれで理解していただいてその時にあ押さえていただきたいのがあのじ自分の予習してきた答案構成とその解説の中で出てきた、まあ、一つの方針ですよね。えー、一つのの解決方針との間で 思いついていなかったものもしくは全く違っていたもの。 もしくは講義の中で触れていなくて自分が書いてしまったもの、まあ、もちろんそれはいいものもあるわけだけれどももしかしたら不要なことを書いていたかもしれないみたいなでそのようなところがもしあれば、えー、解説の中でそれをあぶっていただきたいというのが講義の目標です、えー、だから講義どちらかというと通常のインプット講義だと、まあ、知識をしっかり入れていくってことですよねでそれはもちろんインプットとしての役割はあるんですがアウトプット講座はそれプラス自分がアウトプットしたこととのそごを修正していくと。 いうのが中心になりますのでどの点がおかしかったのかなというところとかもしくはもうちょっとこの辺検討できたかなというところをあぶり出すとでその上で、まあ、復習ですね。復習としては 再度の答案構成とといいう流れになってくると思いますで間違ったものは中心なんですが全部の問題の答案構成はいらないと考えています。実際にもある程度できていたものであればこの点修正すればよかったなという形で十分ですからむしろ答案構成として再度すべきなのは実際に自分が予定していた問題と全く違っていたケースですね。ね全く違っていたケースやもしくは 極端な話言うと全然ずれちゃってたものですよね、えー、そういったものについてはもう一度答案構成をするとで目標値としては何も見ないで問題をパッと見た時に、えー、模範となるような答案構成が頭の中に想起できる。 ということが1つの目標になってきますので、えー、講義としては、えー、復習としては、その答案構成をしっかりやっていくというのをまず最初の目標にしていきます、でその上で、ただ、答案を実際に書くということも必要なわけですね、その一方で。で、じゃあ実際、この10問扱って10問の答案を全部書いていくというのは、じゃあ現実的に可能かというと、まあ、不可能ではないんだけれども、まだ答案構成が十分じゃないのに書いていっても、おそらくその、 両立できないといとうかねかえって負担になってしまいますので答案を作成するにあたっては答案構成が完璧に分かったものについて重要問題を1問から2問実際に書いてみるというのを一つおすすめの復習法にしていますでじゃあ、どれが重要問題なのかというのはだいたい講義の最後に10問やった上でだいたい重要度については指摘しますこれについては答案構成した後に実際に答案書いてみた方がいいですよと。 えいう形でまあ2問ぐらい指摘しますので、えー、もし、答案構成が完璧になって頭の中入ったらその答案構成を実際に答案に書くという作業ですね、えー、それをまあ2問ほどやっていただくという形がまあいいのかなとで答案作成時間については一つの目安で答案構成がちゃんとできているのでこれについても復習はもう40分以上かけないでください。 合格答案作成講座って突き詰めていうともう実践的な講座になりますのでえ時間かけてじっくり書いていくというよりはもう限られた時間の中でしっかり仕上げていくっていスキルを身につけていただきたいなとで予備試験だと 1, 回平均1問平均70分なわけですね。ね その問題の一問ごとの平均だと。とすると、答案構成でまあ20分使うとすればまあその見直したりとかその他の時間込みだったらまあ60分で答案仕上げる必要があるわけです。ですので、答案構成がまあ,ある程度完璧にできたという前提だとまあ残された時間って大体、賞味書く時間って40分ぐらいしかないわけなのでその40分の中で知っている答案構成を答案の中に出していくっていうえそういう風なスキルっていうのを身につけていただければと思います。でじゃあ実際答案どういうういていいいいにに書てててくののかっていうことこついてはまた講義の中でやって いきますが一つの目安として、えー、この回答例というのがあるんですねえー、全ての問題について回答例というのがついていますがえー、これについてはちょっと使い方をちょっと簡単に紹介しておくとえっ、ー、と実際にこれを完璧にかけるっていうことはまずないと思っています え正直なところ、これをねあの全部書けるんだったらこの講座いらないっていうねそういうい話になってしまいますのであのこの回答例については基本的には1つの参考ととなる指針だだ思ってください要は書くべきことは全部書いてありますので、まあ、実際、読んでみてそれは納得するっていう意味では必要なんですがその中で絶対に書かなきゃいけないところ。 については講義の中で指摘をします特に指定問題、ですね10問の中で2問ない3問指定問題出しますのでその指定問題に関してはその中でこの規範は絶対拾ってくださいとかこの部分についてはそこまで書かなくてもいいですよという形である程度指摘しますのでそのこの指定した問題ですね指定した問題についてはこの回答例のところをちょっとあのいじくることで1つの模範回答という形のものは作りますのでそのような形を参考に作成いただければという,ふうに思っております。はいまあ、早速ですけどね、えー、やってっていた方が もうね、考えるよりやった方が早いということで実際に問題を扱っていきますが、えー、その際に、えーと、講義ですが、えー、もちろん、あのー、予備試験、えー、司法試験、法科大学院試験来年以降の試験種の、えー、対策になります、ね、全て改正民法での解説になります、えー、ですので、えー、もしあの学習経験者の方で改正民法を対応まだちょっとこれからという方はこの講義の中で、えー、初めて見るものですね。えー、特に1問目ととかだと、ねあのー、取り消して その現状回復するときって旧民法だと不当利得に基づく返還請求なんだけれども120条の2に基づく現状回復請求に変わったりとか,なんかちょっと今まで学習したこととちょっと違うなというところはそこはチェック入れていただいてその上でリファーしていくとある程度、改正民法の中でと論文で問われる条文については、まあ、一応、全部これ問題私の方ででを通させていただいていてほとんど網羅されてますのでそれでチェックしていただけると改正民法対応も自然にいくのかなというふうふに思っております。 では早速ですけれども、第1問からと言いたいんですが、第1問がとても、えー、意思無能力という変わったところになりますので、最初はです、ね、取っ組みやすいところから、今日第3問、えー、からいきます、えー、第3問からいって戻っていくという形になります、えー、主に今日の講義ですけれども、内容としては民法総則についてが中心になりますが、えー、まずですね、えー、問題の3番からいきますけれども、はい、えー、実際に。 まあ最初だからちゃんとやっておくとですねえまず問題を見たときにしっかりとまあ事例を見ていくわけですがえ基本的には問題としては必ずあの何らかの説問がついてますのでまずその説問を確認してくださいえつまりこの問題3問まだやっていませんですけど A のかかる請求は認められるかという形でねえ問題ついていますからまあ A の請求の可否というのが問題になってます。すると 問題解くときには必ず A が請求するわけですから A がどのような根拠で請求しているのかとつまり請求原因ですね請求原因が一体何なのかというところ、当事者の主張でそれに対してそのじゃ請求の根拠は何かというところですよねまず請求原因をしっかり特定してからそれに対して反論が想定されるでその反論に対してじゃその反論が認められるかもしくはその反論について再反論があってその再反論の成否が問題になるのかという形で問題出てきたらまず最初にまあ時系列で。 人物関係図ですね、えー、人物関係図を書きながら、えー、何を根拠に A は何を求めているのかというところをまず見ていきましょうで慣,れてくると慣れてくると最初、後ろを見とくとねどうやら B に代金の返還を請求しているからおそらく A の請求というのは A の B に対する何らかの代金返還請求をしようとしているなって分かりますからじゃあ何を根拠にこの人が代金請求しているのかということですね返還請求しているのかを見ていけばいいと、えー、いうことになります。 ではちょっと問題文を見ながら少し考えてみましょうかね、えー、まず1問目は A、17歳で最初、これ問題を見たときに17歳とかの80歳とか出てきたらよっですね、えー、まず未成年者であるということとあと仮にこれが80歳とか90歳だったらおそらくは意思能力の問題ですね、えー、意思無能力の可能性もありますからまず年齢が出ている場合には必ず年齢はチェックしておいてください、まあ、17歳ということですね、えー、特にまあ不法行為とか、ねえー、そういう場合にも年齢問題になることがありますではまあ実際 予定通りっちゃ予定通りで、まあ、17歳の A がいて、まあ、未成年者だってことは分かると思いますが、まあ、親の同意を得なかったわけですね。で、B からバイクを購入したと。えー、おそらく。 あで私の講義も申し訳ないですこの S というのは通常あの売買契約が成立した時 S って書きますあのセールで,で賃貸借契約の場合に、ね、は L ですね、えー、賃貸借リースの L で、えー、略字を使ってしまいますのでここはあのあの各自あのご自由にという形であの自分なりの,あの略字で構いませんで実際にバイクをもとに売買契約を行ってバイクを購入しましたと,ということは引き渡しを受けていますから、まあ、実際の物はこっちにあるわけですね、えー、バイクを購入したとでその際 A は B に対し、えー、自分が未成年者であることを非し、えー、成年者 であるかのような素振りを見せていたと、えー、つまりまあ未成年者であることについて、まあ、隠していたわけですね、まあ、事情としては未成年者であるような、えー、あ、成年者であるような素振りをしていたとでその上で B の方の要件としては、えー、A の要望から A が高校生であるとは思っていたものの代金を支払ってもらえるなら構わないと考え A の代金支払いと引き換えに当該バイクを引き渡したということになりますから、えー、どうやら B としては A は未成年であること、A、について、まあ、認識があったと、まあ、B は未成年について、まあ、悪意であったと、まあ、認識を持った状態で売っていたということですねで実際、売った後に A はしばらくこのバイクを乗り回していましたがえ事故を起こし使用不能になってしまいましたえなんかよくありそうですね、使用不能になっちゃいましたと。でそこで はいえー、契約締結から6年後に A は未成年を理由に契約を取り消して、えー、取り消しからさらに4年経って B に代金返還を請求したという問題です、えー、つまりこの問題を見たときになんとなくこのぐらいのことを書ければいいです6年後に A から B にまあ取り消し請求をかけてでその上でさらにプラス4年後ですね、えー、さらに4年後に A から B に対する 代金返還請求をしていると,ということはこの代金返還請求が認められますかというのがまあ問題にはなってくるところですで、えー、この請求が認められるかということですからこの返還請求の原因についてまず確認していけばいいわけですよねとすると問題文の中で <laughs> まあ1問目だから、ねえー、書いてありますけれども、まあ、スルッと書いてあるます未成年を理由にって、ねもうねえー、思いっきり理由書いてありますから、まあ、未成年者だから取り消したということですということは でこれおそらく論文じゃなくて担当だったらまあそれで終わるんですが論文書くときには必ず、えー、未成年者を理由に取り消したなぜ取り消せるのかそれについてちゃんと根拠条文指摘してください、えー、具体的には未成年者が法律行為取り消される理由は民法の5条1項ですね、えー、民法の5条の条項によって、えー、未成年者の法律行為というのは法廷代理人の同意が必要だということですよねそしてさらに、えー、その2項でそれに反する行為は取り消すことができるということになりますので、えー、この未成年者取り消しの理由は えー、5条1項2項に基づくものですねで、えっと、基本的にはあの請求する根拠になるその法的根拠というのが通常まあ訴訟物と呼ばれるものですからあの実際請求の根拠となる訴訟物を特定していきますとすると5条1項2項で取り消されてじゃあなんで取り消したら代金返還できるんですかということですよねじゃあ取り消したら直ちに代金返還できるかというと取り消した場合には代金返還できる根拠についてはえ民法の121条の規定に飛ぶわけですね ちなみにここはあのさっと出てくるとすごくあのであの有,有利です、えー、取り消した場合初めから無効になります121条によって訴求的に無効になりその後のの121条の2の条文に行きますそうすると、えー、無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者、えー、つまり、まあ、実際にこれが取り消されることによって訴求的に無効になりますから無効行為によって給付を受けた者この人代金受け取ってますよね いいね、B さん、代金を受け取ってますからこの代金を受け取った B は現状に服させる義務を負うということですつまり、この取り消しによって120条いごめんなさい120条じゃなくてすいません121条で取り消されたものは無効になりそして121条の2により現状回復義務を負うということになります。でですので、まあ、ちょっとと訴訟物としては A から B に対する代金返還請求の根拠というのはまあもちろんこれですね未成年者取り消しに基づくまあ実際、当案構成こ,このところなんかはこのぐらいでいいです未成年者取り消しの現状回復請求なんだと。 まあこんな感じで、えー、いけると思いますでは、これに対してです、ねえー、請求が認められるかですが実際、この位置にすべての要件を満たしていれば現状回復請求を通ってしまいますから、えー、相手方からどのような反論が想定されるのかということを、ねえー、念頭に置いていく必要があるわけですで、その際にポイントとしては2つありましてあの相手の反論のコツ,ツとしては、まあ、いわゆる否認と抗弁と言われるやつですそもそもこの要件を満たさないから請求権が通りませんというのが否認と呼ばれるものですね。ね え例えば、まあ、要件1、2、3と3つの要件が必要なんだけど2つ目の要件をそもそも満たしていないからその法的効果が現れませんというのが否認ですよね、で抗公弁というのはこの原状回復請求の要件は満たしているんだけれどもいいです、ね、要件は満たしているんだけれどもその請求権が発生しない別な反論を立てていくのが公弁です。いいですね でですので、まあ、ちょっとネタバラしっぽくなってしまいますけれども例えばこの場合、答弁として考えられるのは問題見たときにこの辺怪しいですよね、えー、実際、未成年者で17歳になって23歳で取り消して27歳になって。 え代金返せとよくよく考えてみたら17歳に買ったバイクを27歳になって代金返せって言ってるんですよね。えー、ということは要件としては、えー、この5条1項2項121条の2ですねこれを満たしてるんだけれどもおそらく時効が成立してるっていうね、えー、消滅時効が主張してるっていう反論はあり得るとで消滅時効の主張の反論っていうのは抗弁に当たりますよね。 実際にはこの要件事実は全部満たしているんだけど時効の効果、ですね時効の延用によってこの回復請求権は認められないというねそういう形で考えられるわけですで今回、ですね2つこの反論はあり得ると思うんですよねまず1つは事実関係しっかり見ていくとやっぱりここは押さえておくべきかなと思っています B が未成年者であることを非して成年者であるかのような素振りを見せていたという事実関係がありますでこれを見たにに未成年者については民法の ででちなみにこういう中で扱った条文とか後でチェック入れとておくといいですあの、そのまま使います、21条、えー、民法21条で、これですな、えー、制限行為能力者、まあ、未成年者ももちろん含めますけれども、行為能力者であることを信じさせるため、差術を用いたときは、その行為を取り消すことができないということで、取り消し制限がかかってしまいます。えー、ですので、一つの反論としては、5条2項に基づく取り消しというのが、B から A の反論としては、 未成年者の査術ななんじゃないですかとつまり今回、えー、未成年者であることを隠して、えー、売買契約を結んでいるわけだからそもそも差術なんだから取り消し制限かかるんじゃないですかとつまり5条2項がブロックされますよね、えー、ですから、えー、この未成年者の差術に当たるんじゃないかという反論がまずありえると思いますでこれについてはまず 知識面確認します、えー、未成年者の差術って基本的にどういうものかというと未成年者だって信じさせるような行為が一般的には差術とされているんですが判例の立場ちょっと復習しておきましょう、えー、次のページ12ページのところにですねあとあとやりますが未成年者の差術っていうのは、えー、と12ページの括弧2のところで、えー、回答例を使わせていただくと趣旨としてはこれなんですよね。相手方のの犠牲の下に査術を用いた えー、制限能力者を保護する必要はないとつまり自分からね、差、えー、術を用いた未成年者を保護する必要はないでしょ、わかりますあの未成年者を保護するために取り消すわけだから、保護に値しない未成年者でしょ、差術、自分からね、未成年者じゃないよって騙しにかかるやつは、だそういうやつは保護する必要がないという価値判断になります、でその際に判例が示しているのは、はいえー、とここはね、バシっと言えてほしいので、ちょっと紹介しちゃいますけれども、ちょっと最初に引いてからしちゃいますけどね。 差術を用いたというためには、制限行為能力者、まあ、未成年者想定してください、未成年者が人を欺くに足りる言動を用いて、相手方の誤信を弱視し、誤信を強めた場合をも包含すると、えー、つまり、制限行為能力者が差術を用いたという場合には、もう、差術っていうふうなね、えー、なんかすごい言葉を使っているけれども、要は、普通に欺く言動で、相手方に誤信を高めれば、それで差術になります、いいですね。 ただ、差術になるんだけれどもここが大切で、制限行為能力者の黙秘だけでは差術には当たらないわけですね、えー、つまり未成年者だということを自分で言わなかったとただ単に黙秘していたことは差術には当たりません、えー、だけれども、ここですね、制限行為能力者の他の言動と相まって相手方を誤信させた場合には差術に当たるということになりますで、えー、ここについては後々復習する際に論証集などでも、ねえー、同じようなこと書かれていますので、えー、つまり、差術って言われるためにはまあ 相手を欺く言動を用いて相手方を誤信させればいいんだけど黙秘だけでは足りない目比だけでは足りない、えー、ででただ、黙秘だけでは足りないんだけれどもじゃあどこまで必要かというと他の言動と相まって誤審させればいいということですで具体的には、ですね差術の典型例はあの免許証の偽造みたいなケースですからね、えー、未成年者なんだけどあの数字変えちゃってもう未成年者じゃないような年齢ごまかすようなのをホイッと出すようなのがもう典型的な差術です。で,ですが えー、この他の言動と相まってってどういうことかって私は成年者ですっていうにはっきりと、ね、明示的に騙すんじゃなくてもあのシンプルにタバコ吸いながら、えー、何かやってればもうそれで十分、差別になります他の言動って、まあ、例えば喫煙ですから、まあ、未成年者は通常しないわけですよねでそのようなものの他の言動と相まってあこの人は20歳以上なんだと。 いえす、ー、典型的によく言われるのは喫煙をしているケースとあとはお酒の話を、ねえー、するとか、ねえー、そういう,ふうな場合には差術に当たるというふうにされていますでただこの要件で気をつけていただきたいのは相手方を誤信させることも要件になりますね、えー、つまりただ単にタバコ吸ってる酒のお話をするというだけではそれだけで、えー、この差術として 取り消しが制限かかるわけではなくて判例の要件としては相まって相手を実際に誤信させることまで要件としていますですのでえ、今回の問題ですねえ一見するとこの部分ですね未成年者であることを非し成年者であるかのような素振りを見せていたということ自体は、えー、その他の言動と相まってという部分の要件充足性はあるんだけれどもここですね A が高校生であるとは思っているもののということで実際に誤信してませんよね。 えー、つまり、この未成年者の差術については、まあ、もちろんこれ判例規範ちゃんと示してください、まあ、一応、講義の中では私も基本規範ってパッと書いちゃうんだけどあのこれはさっき言ったところね、えー、他の言動と相まって黙秘するだけでは差術に当たらないけれども他の言動と相まって相手方に誤信を与えたもしくはその誤信を強めた場合には差術に当たるという規範を示すとでその上でこの規範の中で実際に B の。 誤はないわけですよねということは B の誤審がないということはこの差術性は否定されるということですね、はい、まず B から A の反論で未成年者の差術ではまずありえないかなというところですでそしてもう一つはです、ね、問題を見たときに6年、10年、4年ということで、まあ、年数たってますから、えー、実際に返還請求権消滅事項かかってませんかと、えー、消滅事項のまあ主張は十分ありえます ちょ予備試験なのでえっ、ー、とあまり否認行弁って言葉使わずにやっちゃいますけれどまあ消滅事項の考弁ですね、えー、を主張するとじゃ消滅事項っていつかというと、えー、改正民法では166条1項の規定ですね、えー、知った時から5年できる時から10年という規定ですいいですね、えー、ですからまあ166条1項に基づいて、えー、実際に知った時から5年もしくは できるときから10年の消滅事項が成立しているんじゃないですかという反論はあり得るということですね。はい、ちなみにこれ時系列だけちょっと紹介しておくとまず確認すると17歳で売買契約が成立していてで、まあ、23歳で、まあ、取り消しているわけですねで27歳で返還請求と、まあ、こんな形になっていますけれども まず大前提をちょっと確認すると <laughs> あの取消し権については未成年者の取り消しで期間制限がありますよね、この166条の事項期間を以前に未成年者については、はい、ちょっと忘れている方はもう一度見ておいていただきたい条文がですね、はい、取り消しの期間制限は126条に規定があります。えー、条で取消し権 <laughs> えー、追認をすることができるときから5年間行使しないときは、まあ、時効によって消滅するということで、えー、一応民法上は追認できるときから5年間ということになります、はい、では追認できるのはいつかということも一応やっとかなきゃだめだよね、えー、追認できるのは、はい、未成年者が追認できるのは124条に規定がある、えー、124条で取り消すことができる行為の追認は取り消し原因となっている状態が消滅し かつ取消権を有することを知ったときにしなければその効力を生じないという条文がありますからえ未成年者による取消は取消原因がなくなるってどういうことか成年になったときですよね,いいですね20歳になるまでは取消原因残ってますから124条1項の規定だと取消原因の状況が消滅するつまり成年時に初めて追認できることになりますとすれば追認できるときから5年で消滅するんですいいですね126条の規定でつまり17歳のこの売買契約というのは 課になるのが20歳です、124条1項で,で、そこから5年の期間制限に復しますから、えー、いいですね、えー、取り消しができる期間というのは、こういう形になりますね、えー、取り消し、まあちょっと1問目だから、丁寧にやってる感じで、えー、期間制限というのは、まあ、5年間ということになります、まあ、5年ですね。 とということはまずこれは問題ないんだよね。23歳のにまに取り消しましたということについては問題はないということになりそうですよね。はい、では、ですねじゃあちょっと問題としてね確認するとじゃあこの返還請求あのここ何が言いたいかというと。 あのこれは多分そんな問題ないんですよ、23歳で取り消したというのは問題ないんですが、さっきの120条の問題を見ていただけると、121条を見るとね、あの取り消されたものは初めから無効であったものとみなすんですね、これ、文言解釈をするとえ、取り消されると最初から無効な行為とみなされて、そしてさらに、いいですか、無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けたものは、原状回復義務というものを負うわけですよね。はい、ということは、 あのこの B から A の反論としては何が言えるかというと取り消してしまうと取り消しと原状回復ってさ取り消されることで原状回復義務が生じるんでしょということは実際にで取り消された場合には最初から無効な行為になるわけですよいいです、ね、最初から無効な行為になってしまうわけだからじゃあ実際に無効な行為に基づく現状回復義務っていうのはじゃあちょっと確認ですねあの取り消しの期間っていうのはできるときからですよね。 いいですよねできるときから10年という期間があるとすると、いやギリギリ詰めていくとねあの、ギリギリ詰めていっちゃうと、ちょっと難しいけれども、取り消された場合に最初から無効な行為っていうふうになってしまって、そうすると無効な行為であるならば、最初からもう現状回復しなきゃいけないとことになっちゃうわけですよね。とすると、現状回復だっていうことになってしまうと、じゃあ、時効の起算点ってどこなのかって言ったら、ここのようにも見えるんだよね。いいね消滅時効の起算点、どこですかっていうと、この返還請求っていうのは、さっきと言ったように現状回復でしょ。 現状回復請求になりますからこの起算点が仮にもっと前の方になってしまうと時効が完成しちゃうんじゃないですかということが答弁としてありえるということですただあの最初に言っちゃいますけれどもこれは通常そう言われてないからね えと取消権が行使されて理屈上はそうなんですよ理屈上は取消権が行使されると最初からなかったことになるから一番最初の17歳の段階から無効行為なんだから原状回復なんだというふうなことは理屈上はありそうなり得るんだけれどもただ、取り消されて初めて原状回復義務が生じるというのが通常の考え方です。いいいいですすね実、えー、実際際にに文言見ててててただいても、えー、実際に返還請求権権がが発生するのは取消が行使されて初めて 返還請求権が発生するというふうに考えるのが通常です。ですからこの消滅事項の主張ってもちろん B から A に対してはしてもおかしくないんですよ。えー、してもおかしくないんだけれども取り消されたことによってえ特に民法上もある程度ねあの触れておくとですねこの121条の2の1項の条文もやっぱり原状回復の義務を負うというふうに言っていて取り消された後に 原状回復をするというのが基本的な立て付けになりますからこの取消し権行使によって原状回復の返還請求権、まあ、つまり原状回復請求が発生するというふうにされるわけですねでそうすると、うん、時効の起算点はここですからでもっと当然取り消せば166条の1項によって行使できるときから5年間が時効期間になります 当然あ、知った時から5年間ですね当然自分から取り消してますから返還請求権については知ってるはずですよね、自分から未成年者取り消しをしているわけですから、この5年間、5年間が返還請求権の時効ということになりますので、この27歳での返還請求というのは、この取り消しから5年以内ということですから、この取り消し制限も、あれですね、消滅事項の主張も排斥されるということになります。 であともう1個ありますかね、一応見ると、B が A に対してしそうな反論としては、さ、まあ、さ、ねせせまあ、さっき言った、B 誤信してないから排斥で、消滅事項の主張についても、まあ、時系列書いてみると、ここは外さないね、取り消しが追認から5年以内で、でかつ、追認によってあ、ごめん、追認から5年以内で、取り消すことによって、現状回復請求が発生するから、原状回復請求から5年以内に返還請求しているから、まあ、問題ないと。 いうことになりますがで最後にえ忘れそうなものとしてじゃあこれ返還するわけですが3としてはもう一つ、原状回復には同時利口の答弁も考えましょうねあのつまり代金返すけどバイクも返せ。 ということもね、えー、当然起こりますからね、えー、通常、現状回復って総務契約の現状回復ですからお互いに返還し合うという関係になりますので、えー、当然、このお金を代金を返せといった場合には、えー、B としてはですね、えー、じゃあバイクを返してくださいという同時履行の答弁は当然に成立しますいいですね、えー、じゃあ、同時履行の答弁なんだけどじゃあ何を返せばいいかということですね。 えー、じゃ新品のバイクを返すのかそれともお金を返すのかという問題がありますけどこれも条文上しっかりと明示されているからね忘れている方はこれは121条,、ね、12条の原状回復の3に書いてあります、えー、これ、とてもよく使う条文です、えー、制限のごごめんなさいあごめんんななささいいね、えー、第1項の規定にかかわらず、えー、といいですかね121項の2のところですね。はい えー、2の参考前段ですね、えーと、行為によって現に利益を受けている限度で返還の義務を負うと、後段に書いてあるね、制限行為能力者であったときも同様であるって書いてありますから、医師無能力、制限行為能力の場合には、その現状回復債務は、現に利益を受けている程度の現状回復になります。ということは、ぶっ壊れたバイクを返せばいいです。 ですね、現に利益を受けているって場合には今あるものという趣旨で書かれることになりますから同時利行の答弁については121条の2の3項を指摘できればいいですね現状回復としては現物とということになりますですので一つの回答として、ね、あの示すとです、ね、A の請求は認められるかということですが 未成年者の差別は認められず、あの反論ね、で消滅事項の反論もないわけですから、えー、現状、そこにぶっ壊れたバイクがあるので、そのぶっ壊れたバイクさえを提供すれば返すことができると、えー、返還請求を求めることができるということになります。えっと、ちなみにこのバイクがもうぶっ壊れて、滅出してるっていう場合には、もう返還すらしなくていいってことね。 もう現に利益を受けているのがないわけですから、えー、現存利益ゼロですから、まあ、そのまま返せますけれども少なくともぶっ壊れてしまったバイクがあれば一応の財産的価値があるのであれば現存利益の範囲で返すということで相手方の同時利口の抗弁を消滅させてから請求が認められるというところまでいければいいいいと思いますだたい一問でこういう感じのことがパーッと、ね、あの問題点が分かってくれてあとはそれを答案で、えー、構成できればいいかなというところになります。 じゃあちょっとずつあの楽にいきましょうじゃあそんな感じで市長、まあ、公弁という発想でしたがじゃあ次の4問いきましょう、第4問、えー、どちらかというといろんな問題ですがなんか見,見慣れた問題も結構ありますのでちょっと一緒にやっていきます、えー、第4問ですがパッと見て、ね、なんか短い問題の方がなかなか込みっていることが多いので、ねえー、状況というのはこんな状況 A は代理人 C を通じて、えー、B から土地を買いましたとということはまあなんとなくこんな感じですね。 代理人を通じて B から土地を買いましたとで A は自分の名義にするのを嫌ってたわけですねですから登記名義を C 名義にしていたということですね、まあ、状況としてはこんなところですね自己名義にするのが嫌だったから C 名義に移転登記をしてそのまま数年経っていたということですがまず前提としてこれ有権代理を前提とすると まあ代理人 C を通じて売買契約成立してますからもちろん有効な有権代理であれば99条1項ですね代理権有権代理に基づく取引効果っていうのは取引の行為は本人に及びますから当然 A が所有権を取得します所有権は A にあるという前提ですでその後 B が C が D から借金しましたと、まあ、状況としてはまず最初こういう売買契約があったんだけれどもということは所有者が A で 登記、まあ、名義ですか登記名義が C にあるこのような、えー、状況で、えー、D から借金をしたとつまり、まあ、D が債権者になっていて、えー、そしてこの土地に、まあ、定当権設定をしたということですねで定当権を設定して、えー、この借入金ですね非担保債権である借入金が債務不履行になってしまったからこの土地が競売されましたと、えー、つまり、えー、定当権が実行されて E が経落したと。 まあ経絡ですね。まあ状況としてはこんな感じですね。抵、え、当、ー、権が実行され E が経絡したと。でこの際に E が所有権取得できるかというのがまず一この問題あ。ありがとうございます。はい、えー。所有権取得できるかという問題になります。<laughs> いいですね。とするともあの E としては請求原因としてはもうこれ経絡によって取得したという話ですからあのいわゆる適法な経絡によってあの取得したんだっていうのが当然そこで。 あの所有権の原因事実ですからとすると問題としてはこの定当権の有効性ですよねえ定当権が有効であればい、e、いとしては所有権取得できますよということになりますということはもう問題としてはもうまず前提として D の定当権の有効性ですで原則論から確認するとですね C はこの辺しっかりばしっと言えてほしいのが C はそもそも権利者じゃないですよねいいですね えー、大前提として単なる投機名義人ですから無権利者です、えー、講義の中とかインプットでもよく出てきますが投機名義だからといって投機に更新力はないですよね投機、えー、には更新力はありませんから投機通りの権利関係は認められないので単なる不実投機ということは、えー、無権利者に抵当権をつけているということは原則論としては無理ということですねいいですねここはまずしっかりしてきてね投機に更新力がないとかその辺もちゃんと触れながら、えー、無権利者の抵当、えー、も 無権,無権利の定当権ですから当然、えー、有効性としては定当権有効ではないということになりますただ、えー、ただこれ主張としては何があり得るかというと、まあ、無権利者から買い受けたとか無権利者に定当権設定したという時点で、えー、いいですね D の立場からすればあの不実登記を信じて定当権つけてますから権利外観法理による救済もしくは権利保護っていうのはまず真っ先に出てこなきゃいけない特に A、事実関係見てわかりますね。 A は自己名義にするのを嫌って C 名義に登記移転していますから自分の意思で名義を C に変えているというところがありますからえもちろん権利外観法理による救済というのは真っ先に出てくる必要は出てくるで特にこの場合復習になりますけど94条2項の類推を使っていくことになりますがえっと これはちょっとインプットで忘れてる人もう一回見てて医師外形対応型か医師外形非対応型で適用条文変わるからねつまりこの場合本人である A さんが自分の意思で不実の外観を全部作ったんだったら94条2項の累積適用になりますけれども A の関与の度合いが低い場合ね、えー、判例で問題になるのは A は仮登記までしかやってないのに C が勝手に本登記までやっちゃったっていうケース それからもう一つは A は C の言われるがままに勝手に実印とか登記済証を勝手に渡して A としては何の何だろう不実な作出をするつもりがないのに C に騙されてホイ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 渡したら登記取られちゃったみたいなえ本人の奇跡性としてはそこまで大きくない意思外形非対応型のときは94条2項と110条の類推もしくは包囲型になりますから、え。ー 何が変わるるか覚えてる94条2項だけの場合には相手方は善意のみでいいんだよねだけれども94条2項と110条の類推の場合には善意無過失まで必要になりますで今回の場合にはきちっと慣れるまではこれちょろっと書いておくと、まあ、意思外形対応型だよね意思外形対応型なぜかというと A としては不実,不実 C 名義の登記作ろうと思って不実の C 名義登記できてるんだから、えー、もうドストレートに権利外観法理に当てはまる。 じゃあ,あとはもう要件1、2、3ですがこれはまあ書きませんが本人の軌跡性、ね、A、軌跡性そして虚偽の外観そしてえ今回第三者 D ですね D の信頼があればいいということは、Z、D がえ善意であれば、えー、権利外観法理で94条2項の適用が認められるということです。 でこの時によく間違える方がいるので触れておくとじゃあ94条2項が類推されたことでどうなるかということをちゃんと指摘してください94条2項が類推されることによって第三者が信じた通りの権利関係を認めるんだからねこれ所有権が移るわけじゃないですからね第三者が信頼した通りの権利関係を認めるということですから、まあ、もちろんあの C が所有者であることを前提とするわけだけれども えー、この場合 C 所有を前提とした有効な定当権というのが認められるというところまでちゃんと言ってくださいなんかよくやっちゃうのが D が保護されるって書いて終わっちゃうわけですね、えー、保護って何ですかってなっちゃいますから、えー、きちっとそれによって C 所有ですね、えー、C 所有を前提とした有効な D の定当権が認められると。 ということになってはきますただです、ね、この問題気をつけてほしいのがです、ね、大体3行、4行の問題だから、ねえー、なんとなく怪しいところありますが A の奇跡性は要件充足します、えー、虚偽の外観もちろん虚偽の外観があります、はい、D の善意は問題文から明らかではありませんので、えー、D が善意の場合にはいいです、ね、有効な定当権になるわけです。 とということは D が悪意だった場合はどうなのかってことも検討がいるんだけど今回、気をつけてねそこで終わらないです。この問題は最初に言ったけれども、説問は D じゃないんだよね。E、ののの A の所有権取得の有無ですから E まで問題になってきます。ということは E が善意か悪意かってこれ分かってないですよ。 いいですねつまり、この問題あのまずここまでできて半分って感じで,でその後やらなきゃいけないのはじゃあ D が善意であれば確かに94条2項累積でいけるんだけど、まあ、これ善意丸って書いてあります仮にですね D が善意で E が善意ならそれは問題ないよこれは何の問題もないですよね94条2項で保護されて E がそれを承継取得するというだけの話です、まあ、特定が D が善意で E が悪意のケースがあります いいですね、えー、この場合どうしますかとつまり第三者が善意で、えー、転得者が悪意とでこのあたりはあの復習をよくやっておいてください、えー、一人でも第三者で善意者が現れるとそこで権利関係確定するのが判例です、えー、絶対的公正と言われてますね、えー、94条2項が保護,で保護されるためには第三者一人でも出てくればここで94条2項の保護が当たると。 絶対的公正によって D の権利関係は保護されますからそれに従って E は悪意でも OK ですいいですね E は悪意でも OK です軽落した E は悪意であっても有効に所有権を得られるということになりますじゃあ D が悪意、まあ、D 悪意 E 悪意はこれはもう論外って感じですねもう保護される余地はないからこれはいいんだけど問題はこれですよね えー、第三者が悪意で、えー、転得者が善意だった場合に、えー、D が悪意 D あごめん、D が悪意、E が善意の場合に、E は保護されるかという問題もありましたが、えー、これについても確認しておいてくださいね、えー、転得者が善意ならば保護されます、いいですね、ですね。転得者が 全員なら、OK、ですあの理由付けとしては E を保護する必要性は D と変わらないでしょと、えー、つまり虚偽の外観を信じて、えー、取引関係に入ったという保護の必要性は、えー、第三者だろうが転得者だろうが変わらないということから、えー、法律的には転得者は94条2項の第三者に含まれると。というふうに説明されます。で 復習の意味で言っておくとこの D から E の場合には一旦ここで確定するんだよね全員者が最初に現れたら絶対的公正といって1人でも保護されればここで確定してあとは単なる取得あい特定承継になるから94条2項の問題は D で終わるんですよねでそれに対して悪意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 でその後に転徳者で全員ってなった場合にはこの全員者は94条2項の第三者に含まれるっていうのがあの法律 構成になりますのでそこはもう一度見ておいてくださいとするとこの問題そこまでやっておけばいいかなというところですであとはねあの論文書くときに気をつけてほしいのがあの善意悪意って一言でちょろっと言うけど何に対する善意かっていうことの指摘は忘れないでください意外と多いんですえ善意なら保護されるって書いてあるんだけど何を知らないかって言ったら C の無権利に対する善意ですからねもちろんね いいですね権利外観法理ですから、えー、実際に虚偽の外観であるということに対する善意が保護の対象になりますから、えー、この善意という言葉が出てきますけど無権利に対するものですすいいかなあのすごいなんか細かーって思うかもしれないけどこういうのでなんかしっかり稼いでいくじゃないけどあのこういうところをちゃんと指摘できているとあの答案を読む側というか、ね、採点する側からするとやっぱりなんかちゃんと分かっているなみたいなのを示せますので、えー、善意といった場合には善意の対象は何かといったらし この場合 A が所有者であることもしくは C が無権利であること、まあ、どちらでもよろしいですが虚偽の外観であるということについての、えー、主観的要件だということは忘れないでくださいとするとこれ E の所有権取得できるかの問題についてはまず前提としては94条2項の累積要領を述べた上で <laughs> D の善意、E の,あの, e の善意それぞれについて場合分けをしていけばいいということになりますから結論から言うと <laughs> D、E、両方悪意だった場合を除いて保護されるという結論になるんだろうね、いいですね、えー、そういう形になってくるということになります。はいということで、えー、第4問以上でもうちょっといきましょう、えー、そうするとなんか、ちょっと問題解いてきたって感じがすると思いますので、でせっかくですので、第5問いきますか、4問ぐらいやっちゃいたいね、はいえー、ちなみに第5問、1回飛ばしましょう、次やります、第6問いっちゃいます。 あの問題としては多分ちょうどいい問題を何問かやったほうがいいかなと、はい、第5問です第5問もまあ司法試験ですね旧司法試験の問題になりますけれども権利能力なき遮断の問題ですでおそらく第6問についてはこの権利能力なき遮断というのはおそらくは言葉は聞いたことはあると思うんですが一応簡単にどんなものかお伝えしておくとですね あの基本権利能力を持つのは、あまあ、権利能力というのは民法のプレイヤーになる資格ですよね。民法としてのプレイヤーになれるのは自然人と法人です。えー、だから犬猫が訴えられるということはないわけですよね。えー、例えば犬が原告になることがないのは犬に権利能力がないからです。でじゃあ,、えーじゃあ 自然人法人以外に問題になるのは例えばサークルですねえ大学のサークルとか町内会って果たして、えー、権利能力があるのかっていう問題ですまあだって犬だったら絶対ないじゃないですか、えー、犬被告に訴えても、ね、何もできないっていうのは分かると思うんですがじゃあ大学のサークル訴えられるかっていう問題なんですよで,でもだ大学のサークルって法人じゃないですよね で法人ではないけれども人の集まりになっているとでそのような法人格のないような人の集まりを権利能力なき社団と呼んでいますで、まあ、講義の中で私がよく具体例で言うのは忘れそうだったらもうサークル町内会同窓会あたりを1個もうバシッと想定しちゃってください ですから、もうこの権利能力なき者さ者謝断謝断 A がつっ,ったら、えー、なんかさなんかのね、えー、サークルとか想定してください。えー、あるサークルが大学とかのサークルが自分の持っている不動産そのあるのかって話だけど、まあなんかちょっと裕裕福なサークルなれそうですね。サークルでなんかね別別荘みたいなの持っていると、でその不動産をサークル代表者の B さんが名義で登記していたっていうふうに読めばおそらくわかりやすいかなと思います。ちなみにあの権利能力遮断に権能なき遮断については。 まあ法人格がないからこれは当案構成としては必要ないです最低限知っておいてっいう話権利主体性がないことそれから財産どうなるかというと構成員にそういう貴族しますえそういう貴族ですね、そういうって何かというとみんなで持っているという状態。 えー、つまりある財産があったらある財産を構成員がみんなでなんかふわーっと持っているのがそういうですねで共有と何が違うか持ち分ありません共有との違いはそこです、えー、3分の13分の13分の1みたいな持ち分は一切なく、えー、もう ABC がふわっと持ってるっていうね、えー、そんなイメージですそしてさらに ABC に属人性ありませんサークルのメンバー入れ替われば当然に入れ替わっていきます だから A のものとか B のものとかそんな概念は全くないですもうサークルのものをサークルメンバーがふわっと持っているのがそういうということです,、ねはいえー、ですから、まあ、持ち分もなければ、えー、当然、持ち分、処分それぞれ当然そんなものできないという、ねえー、そういうい特別な状態になっているのがこの権利能力な記者団ということですでなんとなく問題としてはサークルの代表者が堅能な記者団 A がいてでどうやらもう代表者がいて 代表者ががいてで登記が B 名義なおよくあることですサークル名義ででできないでしょわかるサークルって要するに権利能力ないからじゃあサークル全体で別荘を持ちましたっていう時に、まあ、ヨットとかでも何でもいいけれども、まあ、別荘を持ちましたじゃあ誰名義にするって言ったらサークル名義にできないからとりあえず代表者にしちゃおうってことはこれよくあることですてかむしろそうせざるを得ないんですね でそうせざるを得なくて代表者名義にしてたら、まあ、ろくでもない代表者だったわけですわ、はい、資利を図る意図の下で C に売却しました、そして所有権移転登記が C に行っちゃいましたと、まあ、なんかよくありそうな問題ということですで、これについてですね、A、C 間の法律関係について、2つの場合分けが必要ですが、B が A の代表者として売った場合。 そして、B が事故の名で売った場合で問題にちゃんとあの言われている通りに順番にいきましょう、それぞれ,これね2つで売ったわけです、この場合分けをしたときにえその法律関係を論じなさいということになりますがいいですかね。 きちっとした形からすると、おそらく請求どっちが請求するかっていうのはわからないけれども、おそらく C からしてみれば、えー、所有権に基づいて、この土地ですかね、不動産のおそらくは返還請求権を行使するでしょうね、えー、実際に登記を得て、まあ、当然、全種、公種の関係になりますから、えー、全種、公種の関係になりますから。 177条の問題はそんなに考えなくてはいいと思いますが少なくとも C は、えー、有効に所有権を取得したということを主張して所有権に基づく返還請求権として、えー、本件土地の明け渡しを、まあ、A に求めるという流れになるんだと思います。いいですすねねはもう自分のものになってますから、ね、ということはで A としてはそれを否定するという,ふうな、えー、法律関係になりますから結果的には、ね、所有権の奇数ですよね。 えこの,この土地は誰のものですかという問題になりますがじゃあ B が A の代表者だというふうふに言われたときに、えー、シュパッと出てきてほしいのがこれ問題見たときにこれ書いてある通りなんですが、資料を図る意図のもとに不動産を売り渡してますからいいですね一応、代表者ですから代表権あるんでしょうね、何らかの。 でその代表権の乱用ですよね、サークルの代表者が自分の私利私欲のためにサークル財産を処分しようとしていたということですから、まあ、代表権の乱用がまず真っ先に思いついてくれる必要があるということです。じゃあ代表権の乱用って言ったら、民法では、明、え、文、ー、化されましたよね、107条ね、えー、代理権の,代理の規定で代理権乱用。かつてはこれ あの93条の心理療法の累積用論なんていわれてたんですがえ改正民法では107条で代理権の乱用明文化されていますえですので代理人が事故または第三者の利益を図る目的でえ代理権の範囲内の行為をした場合というのに当たるんでしょうねこの場合ねはいまあ実際にこれ本当はちゃんとやると本当はちゃんとやるとこの売買が あのこれ、あの今回の合格答案作成講座でここまでやらなくていいかなと思ってるんだけどこの売却がそもそもこのサークルの代表者の権限ないかということもちゃんと議論しなきゃだめですそもそも権限がなければ権限外の行為になりますから、えー、そもそも無権代理行為になります、えー、ですが、まあ、そこは本来場合分けをする必要は出てくるんだけれども、えー、一応、この権利能力なき遮断についてはちょっとこれはおまけです知ってればですあの 24ページのところで書いてあってですねあの法人の場合ちょっと怖い話ねあの法人の場合にこんなのがあるのよ一般社団法人と法いうのがあって法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為を法人の代表者はできるとされているんですね。でこれは もちろん通常の一般法人じゃなくて、えー、例えば会社法で言えば、ねえーまあ、代表取締役なり支配人なりですよね、えーまあ、包括的な権限を持っていますという規定があるわけですでそれと同様に通常の法人も法人の代表者というのは法人の業務に関しては裁判上裁判外の一切の権限を持っているとされていますから権利能力なき社団も法人格がないだけなんですよ実態としては変わらないでしょその。ちゃんとした あの代表者の定めがあって、まあ、民主主義的なルールがあってそしてあの財産関係もしっかりと区別されていたりすることが多いわけです、でそのような、まあ、権利能力なき社団と法人って何が違うかって法人格があるかどうかの違いなので、権能なき社団の場合もこの規定が類推適用もしくは順用されるとされています。でこれは ちょっと応用的なんで今はふわっと知らなくてもいいですがえなので今回 B の行った行為というのは基本的には権限ないの行為になるというふうにしてはわないかなと思いますいいですかねえただこれについてはちょっと繰り返しになっちゃいますけれどもあの何も問題指定がないからね、この問題ねえ何の問題も指定もないから、まあ、とりあえず原則通りで考えると、まあ、法人の代表者というのが包括的代表権を持っているから、まあ、それ の累積適用ないし重要で権利能力なく社団の代表者であっても同じだよという形で代理権の範囲内だってやってもいいんだけど問題によってはこの規約ですよねサークルとか団体の規約を見たときにえその規約の中でそ,のそういう財産の売却ということについて名分で排除しているような規約がある場合にはそれ代表権ないわけですからその場合には無権代理行為として対応することになりますただ今回ちょっとそこについては前提として代表権がある前提にしますえつまり B は 包括的代表権を持っていると、まあ、いうことにしちゃいましょうししちゃいましょうというかね、えー、本当にフルスケールで書くんだったら、そこ場合分けするんだろうね、フルスケールで書くんだったら代表権が含まれている場合と含まれていない場合って場合分けをして、含まれている場合には代表権の乱用、含まれていない場合には無権代理行為というふうになるんだろうね。はい、でそのの上で代表権の乱用はじゃ 107条なんですがただ、民法107条は代理の話なので代表とは違います代表とは違いますから107条の類推になるんですね,いいですね代表権の乱用ですから代理と代表は微妙に違いますから一応類推適用になります。はい、えということは問題を見てもらえると107条するとどういう結論になるかというと相手方つまり C の悪意有価質の時に無権代理になるんだよね。 いいですね、つまり原則としては OK なんですあ OK というのは有効ということねあのただ例外として C 悪意有価質だね C が悪意有価質の場合には無権代理とみなされるという規定になりますでですのでここはだから C が善意だった場合には善意無可失だった場合には有効に C が所有権を取得する一方で C に悪意または有価質でこの時に悪意有価質の対象は何かって言ったら大いいですねその私欲を満たす目的というね。 そこをちゃんと言うわけねあの悪意だったらって言ったときに何についてってことをちゃんと言うと締まりますつまりこの場合だったら行問題文の2行目ね B の資料を図る意図について悪意、真、ま、下は有価質つまり C さんがあ B さんやらかしちゃってんねーみたいなことが分かって買い受けたっていう場合には無権代理とみなされることになりますはいで無権代理とみなすで終わっちゃうとだめなんだよねというところです、実はね。はいえー、と ちなみに無権代理と見なすということは、えーまあ、一応触れとこうか、あのまず有権代理であれば問題なしということですが、ここまでいいかな、ちょっと一応触れときましょう、はいえー、で回答ではね、ちょっと,あのと回答例は私、私、あんまりだ,だ,だめ出しというかしないんですが、一応必要なところは補足させていただきます。あのー このあとちゃんと書くべきであの24ページ、問題では悪意有価質の場合には B の効果は A に帰属しないため効果不帰属を主張して、えー、所有権登記手続きの抹消を求めることができるということで、まあ、無権代理だから OK という結論になっちゃってるんですがあの無権代理とみなされる場合にはどうなるかというと無権代理行為ですからあのまずね、ねねいいですか、ね、ここまでね。はいえー、B の行為が 無権代理行為になって、効果帰属なんですが、A が追認拒絶することを忘れないでくださいね、いいですね A は追認権持っちゃいますから、A が追認しなかった場合、追認拒絶で権利の,あの帰属しないことが確定しますから、無権代理だから OK っていう結論は一番やっちゃだめ、だからよくやっちゃうのは、無権代理じゃないですか、無権代理だから A には効果帰属しませんと。 いうあの話にしたくなるんですが、え追認を拒絶した場合にあの無権代理の効果として帰属しないことが確定します、113条の1個をちゃんと見れば書いてあるでしょ、あの困ったとき、条文見るのがこつね、つまり無権代理の契約は、本人が追認をしなければ効力を生じないということですから、え当然、A の追認拒絶をちゃんと指摘して、追認拒絶をした場合には効果帰属がしないよってところまで。 言ってあげると、よりいいかなと思います。はい。いいですかね。はい、で、次ですね。じゃあ、事故の名でやった場合ということです。はい、事故の名でやった場合ということですが、とすると、何やってるかわかりますね。A. がしょ、まあ A、A. まあ、A. が権能な記者団でしょで、B. が。登記名義やって。C. に、まあ、一応だから、所有権の帰属はないけれども。まあ、その権能な記者団に、そう的に帰属してんでしょ いいよね、そういう的に帰属しているものを B が C に売りましたということですから自分の名前で言えば他人物売買ですよね B は無権利者ですということは無権利者から C 買い受けたってことですよね ということですよねとということは原則論としては C としては、えー、無権利者からの買い受け人ですから当期に更新力がないからっていつものや,つやればいいです当期に更新力がないから C は権利を取得することはできないよという原則論を踏まえた上でただ、<laughs> 権利外観法理ですわな、えー、実際に虚偽の外観があって、えー、C はそれに対して入ってきたわけですから。 権利外観法理が適用されるんじゃないいでですすかととうことですであとは何気にしれっと言っておくと共有じゃないので持ち分って概念がないから全部無権利ねあのここ結構間違えちゃうと共有だと持ち分がある時は持ち分だけは有効な譲渡になるじゃない例えば3人が持ってて3人共有でその共有している財産を1人がバーンと売っちゃったら自分の持ち分3分の1は権利者でしょだから3分の1は有効な譲渡持ち分譲渡は有効で3分の2だけ無権利譲渡 になるわけだけど今回はそうじゃなくてそういう貴族は持ち分という概念がないですから全部に対して B は無権利です,いいです、ね、え全部に対して無権利であとは、えー、権利外観法理で94条2項の類推に持っていけばいいとでこの時にじゃあ今回これって94条2項だけでいいかというと A は虚偽の外観について何らも認識していませんいいですね意思外形非対応です いいですねつまり、これサークルでしょサークルとして見ればその虚偽の外観を作出しようという積極的な意図の下でやっているわけではないので94条2項と110条の類推になってくるわけですね、まあ、意思外形非対応かなと,かなと思いますでこれはちょっと諸説,諸説というか、ね、考え方が2つあって あのサークルとしては B を代表者のもとにえ所有権名義に登記しているから意思と外形一致してるじゃないかとつまりサークルとしては代表者の名義にしようという意思のもとで代表者名義にしているからまあ意思外形対応型で94条2項だとつまりさっきのえとどれだっけ第4問のこれとやってること同じじゃんとだから意思外形対応型だよっていうふうにえ考える余地もあるんですがこれについては復習でちょっと押さえてほしいのが 4番は要は自己名義にするのが嫌だから移転登記しているとつまり自分から虚偽の外観を積極的に作りに行っていますで、えー、当然その虚偽の外観がそれでできたのが第4問なんですが第6問の場合確かに形式的にはそうです形式的には A は権能なき社団で B 名義の登記にしてるわけですよねだから維持外形対応に見えるけれども、えー、一番大きな違いは権能なき社団の場合には自己名義の登記ができないっていう特殊事情があるんです つまりサークルの名前で登記できないからやむを得ずやってるんですいいですね、えー、ですから A の意思としては B の外観登記名義にしているけれども虚偽の登記をしているというよりはもうそれしかないっていうね、えー、そういう状況になってますから奇跡性が極めて少ないとされてるんですよです、ねえー、奇跡性が極めて少ないところから意思外形非対応というふうに考えるのが通常の考え方ということになります、はいえーとね、一応この辺についてはですね 若干触れておくと25ページで、まあ、この辺だけ知っておくといいかな要は A は権利能力なき遮断であるところを前述の通りごめんなさい、えー、前述の通り法人格が認められないため代表者個人で登記せざるを得ないとだから奇跡性が小さいというところからまあ意思外形非対応型と同じように考えていくとだから A の奇跡性 A が自らさ虚偽登記するぜつって虚偽登記をね積極的にしているというよりはもうせざるを得なくてやむを得てやっているというね。その もうどうしても実益上やらざるを得ないというところから A の奇跡性が小さいので結果的に110条類推で C に善意プラス無価質まで要求するということになってくるかなと思いますとなるとこの問題い一定程度の回答方針としては え実際に権利外観法理で、まあ、A の軌跡性についてはまあ小さいわけだけれども、まあ、A の軌跡性はちでも小さいけどこあのすごいあの本当かよって思うかもしれないけどよく言われるのがじゃあこれっってて A の性ゼロじゃんっていう気もしますよねだって A からしてみればやむを得ずに B 名義に登記をしてるからもうなんかもらい事故みたいなもんじゃんっていうねだ A の軌跡性そもそもないじゃないですかっていうところもあるんですがあの表権代理の考え方と同じ。 B みたいなやつを代表者にしたこと自体に落ち度があるっていう発想ですいいですねあの私利私欲を満たすために売っちゃうようなやつを代表者にしてそいつ名義に登記をしたということに一応の落ち度があると積極的ではないけどねだからえ権利外観法理によって C が救済されると保護されるっていうふうに説明されますですので、えー、この場合だからそのバランス関係忘れないで A の規制性が大きいんだったら C の善意で済む A の規制性が大きくない場合典型的なのは医師と外形が一致していない場合ですがその場合には C の奇跡性はあ、ごめん、C を保護するためには全員無過失まで要求するその,この根拠条文に110条が加わってくると何でかというと代理の状態に似てるでしょ表権代理みたいなのと同じで権限外の行為をやってるのとまあ似てるところはありますので110条も判例上それは根拠条文するということです,、ね、ですので C は全員無過失であるならば所有権を取得することができると。 いうことでここはいいかなと思います。まあこれ以上は必要ないかなというところですね。あとは説明としてはここが答案構成上できればいいと。じゃああと一問だけ、えー、ちょっとできそうなやつをやってしまいますが、はい第九問 <laughs> どうだ順番ずれちゃいますけれども、えー、っとね、えー、第九問です。<laughs> なおですねこの第九問はえー、っとね。 ものすごく答案、回答例の,あの最後に講義の最後に、一通り回答例見ながら、ここ、ここってちゃんとやるので、そこは安心していただければですが、第9問の回答例、ものすごく長いので、あの簡単に解いちゃっていいです、あのか特に括弧1番が、えー、177条の趣旨とか、ものすごくいろんなこと書いてあるんですが、実際、事例の,あの人物関係図書いちゃえばいいですからね、こういう感じ、A 所有の公土地があるわけでしょ。A、所有の公土地に えー、AB 間で売買契約が締結されてで、代金を完済して引き渡しを受けましたということはあ、ごめん、土地か、失礼しました、土地ですね、失礼しました、こういうこう高土地にしましょうか、えー、高土地について引き渡しがなされました、ただ、当期未了です、当、え、期、ー、は A のもとにあると、えーで、その後、B が高土地上に建物を建てて、えー、居住していると、まあ、これ、B 所有の建物ですね。 でその後に、えー、引き渡しから5年後ですね引き渡しから5年余り経過した後 A は高土地を C に売却して、えー、移転登記ですね A から C への登記手続きがなされましたと,ということで登記は C ということですね、はい、で C が B に対して、えー、土地宗教 建物,あ建物宗教土地明け渡し請求をしているとでこれについて認められるかという問題ですがまず、この括弧1番の C から B に対する請求はもちろん所有権に基づく返還請求ですね。 所有権に基づいて事故がまあ所有者だということですね所有権に基づいて有効な売買契約によって高土地の所有権を得たということから所有権に基づき返還請求をしているというのは考えられますじゃあこれに対してじゃあ CB としてはどうやって拒めるかっていう話なんですがもう拒みようないですよね、えー、あのもう結論からすればなんかこの上に建物を建ててるとか全く関係ないですからねだって土地の二重譲渡じゃないですか 土地の二重譲渡ですから単純に B と C は対抗関係に立ちますので、えー、陶器を備えていなければ当然 B としては拒めないということになります。でここなんとなく結論はシンプルでしょあの上に建物建っているのなんでかというとカッコ2のために立っていて、えー、カッコ1番はどっちが所有者ですかという問題ですがで論文を書くとき気をつけなきゃいけないのがあのよくやっちゃうあの答案例としてあの B と C は対抗関係だから先に陶器を備えたほうが勝つ。 それはなるべく書かないでくださいあの主張反論の構造からずれちゃいます主張としては C から B に対して所有権に基づく返還請求をしてでそれに対して B が排斥できるかって話でしょでその時177条使うんでしょ177条ってどういう条文なのかっていうとあの対抗関係っていう言葉は本当に間違えちゃうんだけどあの、ね、登記をしないと第三者に対抗することができないとつまり登記を備えていない B が C に対して自己の所有権を主張できるかって問題なんですあの本当にやっちゃうのは対抗関係で先取りした人が勝って書くと結構評価としては下がっちゃうことが多いのでまずはあの請求原因をちゃんと指摘した上でじゃあ B の側からすれば登記なくして C に対して所有権主張ができるかという問題になりますとするとじゃあ C が登記なくしていけるかどうかは何が決まるかというとこの第三者に C が当たるかという議論に持ち込むことでいいですねつまり 要するに B から C に対する所有権主張に当たり C が177条のこの話にちゃんと持ち込んでください、<laughs> いいかなあの、おそらく括弧1番ってわ分からないですよ、出題者じゃないので分からないですけどあのこの問題、パッと単なる二重譲渡を出題した意図って多分ここだったと思います。 先に登記じゃなくて、登記を取ってないものが、えー、この登記を取ってる、登記を持っていない B が所有権に基づく返還請求を受けたときに、登記なくして自らが所有者だということを主張できるかということです。とすると、177条の条文解釈からすると、登記なくして主張できないんです、第三者には。C が第三者ならば主張できないわけです。じゃあ、第三者って何ですか いいですね、当期の献血を主張する、まあ、厳密に言えば当事者および包括証言人以外のもので当期の献血を主張する正当な利益を有するものかどうかということですよね。いいですねでもちろん当たりますからね二重譲渡の当事者はその当期の献血を主張する正当な利益を有する者に害するから当然該当すると。ということは B から C の所有権証認められないということですそう,そう回答してください。だから結果的には B から C の所有権者は認められないだから結局 C の請求が通るんです,いいです、ね、だから C の請求が通るんです、はい、なおですけれども忘れてる方はあのここですねえっ、ー、とちょっと待ってねえっ、ー、とあここですね登記、えー、の献血を主張する正当な利益を有する第三者っていうね177条の第三者って何ですかっていうことについてはちゃんと押さえておいてくださいで、えー まあ二重譲渡ですね二重譲渡の場合の、えー、ものは当然これに当たると、まあ、よくいろんな説明されるのは相いれない権利関係を持ち合っているものっていうのは大体それになるわけですよね、えー、典型的なところ、ね、二重譲渡の,の譲り受け人間といったような、えー、場合にはこれに当たりますと当期の献血を主張する生徒の利なり益きと思っているとじゃあこれで終わりかって言ったらねだめですよね一点だけ忘れないでね例外的に C はいいですね あの第三者に当たらない場合ってありましたよね、配信的悪意者。で、これ、C が配信的悪意者ですね、C が配信的悪意者のときには、えー、第三者性なくなりますから、とすると、C が配信的悪意者であれば、B は登記なくして所有権主張できますから、えー、登記を持たずして、B は自分が所有者だと主張して、えー、することができると。 ということです、はい、だからまあ B は登記なくして OK ということですねで。一応予備試験とか法科大学院試験ですね等に向けてとていう話で少し触れておくとあのこれでまあ一応、この答案構成は終わりになるんですけど話としてはもうちょっと続くからね、本当は。 えと当案構成としてはこれでいいんですがじゃあ B としてはその後どうするかって登記なくして主張することができるということは C に対しては登記を持たずに所有権主張ができますからこの登記を抹消請求するからねいいですね B は今度は所有権登記はついてないけど所有権に基づく妨害排除請求権として C の不実登記について、えー、いいですね、えー、所有権移転登記抹消登記請求をするとで結果的に自分のところに登記を戻すということで最終的にはめでたしめでたしと。 今回は所有権の,きあの C の請求が認められるかという問題だからそこまでいらないんですあの BC 間の法律関係を論じるとなってくるとおそらく B から C の請求としてはそこまで通るかなということですね配信的悪意者のときは、ね、今回は C かできるかということですねじゃあラスト括弧二2番もしれっとやっちゃいましょう、えー、カッコ番につあでごめんなさいこれ括弧二休憩になっちゃうかこれでこれ括弧1これでまあ終わりなんですが一点気をつけていただきたいのはじゃあ 仮に第三者に当たるとしたときに B が、これ、ここまでいやいやあのチェック入れなくてもいいんですがもうちょっと書きたいなと思ったらこの二重譲渡のときに B が請求拒否もう一つあの理由はあるんだよね、実際に177条で負けてるとしてもあの二重譲渡でしょ、二重譲渡で,で C が登記取っちゃいましたと。 B が持っているとこの状況を見てなんかパッと思いついた方はちょっといい感じですねえっ、ー、とね登記を取られた時点でこれ余談です余談というかねここまで書くかどうかは別ですが登記を取られた時点で、えー、と B のこの A のこの売買に基づいて A は履行不能になってますよね登記点つまり B は A について債務不履行に基づく損害賠償請求を負ってます えっと具体的に言うとですね560ごめんなさい百六十条でいいのねあの改正民法で新設された条文ですけれども560条で売買契約を結んだ場合には対抗要件を備えさせるという義務を負うんだよね売り主はえつまり売り主からしてみれば A は B に対して第一譲渡の時点でですねえ A が B に対して第一譲渡をした時点でただ引き渡すだけじゃだめなんですよ560条を見ていただけるとえ売り主は買い主に対して登記 を移転させる義務を負ってますからその義務を C が当期を備えた時点で履行不能になるんですいいですね。つまり当期移転義務の履行不能になるということは415条に基づいて B が A に対して債務不履行に基づく損害賠償請求権を負います560条の415条1項ですねね、560条の義務に違反したということで損害賠償請求がありますはい。でこのベクトルを見たときに、えー 通らない請求なんだけど判例上問題になったことがある請求でこの損害賠償請求権を非担保債権としてこの土地を留置権で留置できるかとつまりこれを払うまではこれを引き渡さないという留置権の行使ができるかというのが一応 B の反論としては一応あります。 いいですね、対抗要件で負けてしまったけれども対抗関係で負けてしまって177条で対抗できないんだけれどもその C が登記備えたことが履行不能になりますから、えー、ですから A の B に対する損害賠償請求権というのが発生してますからこれを非担保債権として、えー、この明け渡し請求に対して。 明け渡し請求に対して留置権の行使ができるかという問題がありましたが、えっと、ちょっと忘れている方は見といてこれは判例は明示的に否定していますね何でかというと留置権の趣旨というのは心理的圧迫ですよね、えー、留置することによって弁済するように債務者に心理的圧迫を加えて要は修理代払わねえと自転車よこさねえぞという話ですよね えだからやべえって修理代払わないと自転車持ってあの返してもらえないっていうそういう弁済に対するインセンティブを与えると、えー、心理的圧迫を加えることによってえー、実際には非担保債権の弁済を促すという効果がありますですのでこれを例えば担保したところで別にあの留置権行使でも A は全然ビビんないわけですよねいいですよねえー、実際にこの損害賠償請求権を払うまでわかる A が損害賠償請求権を払うまでは C は C には土地引き渡しませんという留置権の主張をしても A からしてみればフーンって話ですよね A からしてみれば別にあの困りませんよって話になりますですのでこの場合留置権の効力が否定されるとで特にこれ、講義でも触れたんですが留置権においてその県連性というものが認められるのは非担保債権の債務者と引き渡し請求権者が一致するときというふうに定義されますね。 つまり、非担保債権の債務者である A さんと引き渡しなさいと言っている人が同じの時に初めて引き渡してもらうためには払わなきゃという効果が生じるので今回の場合には、非担保債権の債務者と引き渡し請求者 C で一致してませんからとすると、この295条の県連性の要件ですね。 295条は改正されていないのでそのままだよね、えー、その物に関して生じたという要件を否定するんだよねというところです、えー、とちなみに講義としてはここですねあ,あやった、えー、きれいにここら辺きれいに書いてありますねまあこんなこんなこと書いてるんです 留置権は物の返還を拒絶して心理的圧迫を加えることによって弁済を流すことを内容とする、まあ、留置的効力を有する担保物件であるから心理的圧迫があるからいいんだとだからこの要件が必要だね、非担保債権の債務者と目的物の引き渡し請求権者の同一性というものが1つのメルクマルになるとで今回それをもう形式的に満たさないということで拒絶すればいいということになります。はい、えーとじゃ これでまあ終わりですが、ちょっと休憩挟んで、括弧2の方から入っていきますが、括弧2の問題だけちょっと見て、何の議論かだけちょっとやっておきましょう。はい、C はスーパーマーケットを営む会社ですということですねで、高知の売買契約は、その用地買収担当の D さんが、なんかこのあと、なんか格好の店舗用地になるよと判断して締結をしたと。ですから この近くが新しく宅地になるよという前提で AC 間の売買契約はなされたんだけれども実際そのような開発計画がなかった場合における AC 間の法律関係について論じなさいということですね実際に売買でこれは気をつけてほしいのが売買契約の目的物に何か不適合があるわけではないよねいいいですねあのいわゆる改正民法におけるあの数量ななんか内容に関する契約不適合責任にはなりませんいいですねあのかつて貸し担保と言われたやつね え売買の目的物そのものに何らかの契約内容不適合があったわけではなくて、えー、実際にそこが宅地造成されるというバックグラウンドの部分にそこがあるということになりますのでカッコ2番の問題はあの通常の錯誤の問題ですよね錯誤の問題でかつバックグラウンドに関する錯誤ですから、えー、一般的には動機の錯誤になってきます ですねえー、でよく間違いやすいのが動機の錯誤とその契約内容不適合責任ですね結構オーバーラップすることはあるんだけれども目的物そもそもに不適合があるかっていうのをちゃんと見ればそこは間違いにくいと思います。大体同時に主張できることが多いんだよね、えー、動機の錯誤と契約内容不適合責任ってだいたい、えー、一致することは多いんだけれども、えー、ただ、えー、この括弧2番の場合にはその公土地ですよね公土地そのものについて何らの契約内容不適合はないので。 えその場合にはもう錯誤1本ということになりますので今回これは錯誤の問題の検討後半入っていくということになりますあの両方重なる場合ってどういう場合かというと前というか、ね、あの入門ではよく例出すんだけれどもあのお医者さんが病院建てるために土地を買いましたと、えー、病院を,院を開設するために土地を買ったんだけれどもあの実はそこが工業用地に指定されていて病院建てられないというね法令上の制限がかかっていると。 でその場合にはあのもちろん動機の錯誤ですよねあのおいい医者が建てられるとえっと委員が立てられると思ったから買ったっていう動機の錯誤の部分と法令上の制限って立派な契約内容不適合ですよねえ実際にはあの委員が建設できないというね。 えー、そういう契約内容不適合で目的物にもあの不適合が存在するっていう場合には95条の貸し担保と十五条の錯誤と内容契約内容不適合両方言えてどっちが言うかっていう判例は錯誤から言いましょうっていうふうに言ってるけれども、まあ、ただ通説はどっちから言ってもいいですよっていうそういうふうなあの、えー、とその2つのね錯誤、えー、と えと契約内容不適合の関係ってありますが今回の括弧2についてはここでちょっと触れときますけど今回はその議論にならないので、えー、の動機の錯誤についての要件充足性を見るということになってきます、はいえー、それではじゃあ10分ほど休憩をして後半ですが、えー、残った問題についての問題検討を進めていきますじゃあちょっと休憩いたします後半よろししくお願いいたします、えー、じゃあ後半戦ですが、えー、先ほどの問題ですね第9問の括弧2のところからいきますがあの後半のメインは メインというか、ね、後半の最初の方のメインは動機の作語をしっかりとあの条文から、えー、要件適時できるようにしましょうという作、えー、語のところがメインになりますでまずですね改正民法においてはですね同期、えー、の作語はしっかりと明文化されていますのでまずは要件をちゃんとがっつりできるようにしておいてくださいすみませんこれちょっと書き込んじゃってて恐縮なんですが、えー、まず作語の要件としては、まあ、大きく分けて二つあるわけですね九十五条一項で 意思表示は次に掲げる作語に基づくものであってで、まあ、要件として、もの基づくで因果関係という要件を立てる、えー、説もあるんですが、まあ、基本的にはここがメイン要件ですね。法律行為の目的及び取引通念上に照らして重要なものであるときに意思表示は取り消すことができるわけですから作語取り消しの要件としては、えー、原則論として 法律行為の目的及び取引上の社会通念を照らして重要なものが錯誤取り消しの対象になりますえそしてそれで錯誤の対象は2つね意思表示に対応する意思を書く覚悟と呼ばれるものが1号でしたでこの1号はあの表示行為の錯誤と呼ばれるやつねあの言い間違い勘違いですえ言い間違いや勘違いといったような、えー、表示上の錯誤が1号で2号が 表、えー、依者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤というまあこいったこと書いてありますが要は動機の錯誤ですね、えー、ですので、えー、95条1項であの2つの錯誤が規定されてるわけね、えー、表示行為に対応する意思がないつまり表示上の錯誤で言い間違い勘違いの場合の1号と、えー、動機の錯誤の2号があるとで動機の錯誤の場合には要件が課長されるわけね え2号で全項第2号の規定による意思表示の取り消しつまり動機の錯誤による意思表示の取り消しは、えー、その事情が法律行為の基礎とされているということは表示されていたときに限りすることができるということになりますので、えー、原則としては2つに分けちゃえばいいわけですね。まあ、ここはおまけですが表示行為の 作語と動機の作語で95条1項1九95条1項2号の作語になるわけですが要件としてはこういう要件ですね A って何かというと重要なものっていう要件になりますこののというのが えーと法律行為の目的、省略しますね、法律行為の目的および重要なものという九十五条一項柱書きですね、九十五条一項柱書きの要件である法律行為の目的。 えー、およびその取引上の社会通念に至らして重要なものであれば、まあ、表示行為の錯誤言い間違い、勘違いは取り消せて、表動機の錯誤はこれプラス表示であることが求められるというのが、えー、立て付けです。で、えー、と判例上のところですけれども、2号はすごく出ますので、えー、この表示の場合は目次でもいいですからね、わざわざなんかピカソだから買いますみたいなね、言わなくても、もうなんとなく、その取引上のやり取りの中で、目次的にそれが表示されているっていう場合には、目次の表示を認めます。 なんか目次の表示ってすごい言葉としてはすごい気持ち悪いんですが <laughs> 目次の表示というものも一応認められる目次でも OK とされていますそして、あとはこれ、作語の場合には要件ちゃんと押さえていただきたいのであの取作語取り消しができるの場合はこれですができない場合は表意者重過失ね表意者の重過失の場合にはできませんちょっと確認すると、まあ、作語がこうあったときに X から Y に対して作語があったときに X が重過失 の時には、ねペケってね、取り消しできませんとでただこれが例外がさらにあるんだよね95条3項柱書きで表、えー、依者が重過失だったらそんなやつを保護することがないから取り消せません、えー、ただし、えー、相手方が知ってた場合には錯誤を知ってた場合には取り消せるという例外の例外ですよねつまり Y が X 作語につき,すきごめんなさい悪意は重過失の場合には93乗3個1個とこのパターンねパターンという言葉はあまり使いたくないですが原則としての作語無効ができる場合 例外として錯誤無効できない場合さらに例外の例外として錯誤無効ができる場合というね、まあ、こんな感じですね。 ちょっとふわっと書いちゃいましたけれども原則として錯誤無効ができる場合と例外として X 重過失だったら錯誤無効の主張できなくあ失礼しました錯誤取り消しですすいません全部あの取り消しですからでもね錯誤取り消しの主張ができなくなりますでそして X の錯誤について相手方が悪意重過失だった場合にはさらにその例外として錯誤取り消しを認めるという構造になってますので論文書く時ですねこのそれぞれの X と Y それぞれの内心状態ですね 主観面については検討が必要になりますというところですでそれを踏まえて括弧2番についてはその要件を充足していけばいいので丁寧にやってみてくださいまず動機の策を解く上でポイントは動機の作語であることを認定してください最初にそれがつまり今回の問題っていうのは高土地を買おうという意思のもとで高土地を買ってますから表示上の錯誤じゃないんだよねわかります あのなんかよくある例だとピカソ買おうと思ってモネ買っちゃいましたみたいなよく分からないような例ありますけどああいうものとは違いますってことです、コート値を買おうとしてコート値買ってますから表示上の錯誤ではなくてあくまでも内容としてはあの基礎事情に関する錯誤ですえですのでえこの場合だったらここだよねえ事例でいうとこの部分をちゃんと適宜すればいいです。 いいですね、付近一帯の給料が宅地造成されて、格好の店舗用地になることというところの基礎事情についての錯誤ですから、要件としては重要なものプラス表示というのが要件になってくるわけですね。で今回、これが重要なものかどうかということをまず認定していくわけですが、はいえー、とでちなみにあのこの、ね、重要なものというものについてはあの、95条の社会通念に照らしてとていうところは、 あの押さえておいいください社会通念に照らして重要って書いてありますが一般人もそう思うっていうことです,いいです、ね、この人だけ特別に思ったんじゃなくて普通の人だったらそう思うでしょうというふうに一般人に普遍して考えた時にも重要だっていうのがこの95条1個柱書きの社会通念取引上の社会通念というものですですので今回の問題ではこれちょっと答案構成ささっとやっちゃいますけれどもあのスーパーマーケット を営む会社であって宅地か否かというのは思いっきり重要なわけですね実際に顧客が集客できるか否かということは自分の営む事業についての重要な要素になってますから重要なものであるとでこれは通常の商業を営む人だったら当然そう思うでしょということも言えばいいということですね 今一般人って言っても、どのどの一般人まで広げるかねえ。その辺の誰でもっていうわけではなくて、同じような業種を営んでる人だらっていうぐらいまで広げればいいです。それはなぜかって取引上のって書いてありますから、いわゆる取引関係における普遍化でいいのでスーパーマーケットを営む業者であれば、ぐらいのことを書けば十分だと思います。はいですから、重要だということになります。はい、では表示があったかということなんですが。実際表示されて。 ると思いますかねこれはねあのおそらく表示はされてるんでしょう、えー、なぜかって言ったらもう病院担当買収の D さんがそういう風うに判断をしているわけだからあでもごめんなさいこれだけ見ると場合分けいるかな表示されてるかどうかはっきり分かりませんね、えー、つまりこの問題で言うとですねどうしょ失礼ちょっと書いておきますね、えー、と過去に同期の錯誤で まあ結論からすると動機の錯誤っていうことになりますよね。でまあ、あの重要な要件、これは満たします。でそして表示、ハテナ C の重化したハテナそして相手方って B さんですよね。これは A さんか A だよね A の悪意、まあ、今回の問題についてはあの後々復習でやってほしいんですがあのこの予変のことが全く分かりません、この問題だと。えー、実際に表示されているかどうか、要するに、えー、と D さんですか D さんが えー、宅地になるから買いますというふうに明示目次の表示をしているかも明らかではないしその判断について、その判断について、えー、いて住家室、例えばこの開発の計画がなかったっていうことは普通ならわかるでしょっていう場合あるでしょ開発計画があるって言ってるのにさ、そこ一軒も一見家立ってなくてさ、あのもう道路も走ってないようなもう山奥でね、なんかちょこちょこっとしか家がないようなとこだったらそんなはずないでしょってなりますから、そういう住家室もわかりませんね、この事例からね。 でえー、さらに相手方の A さんがどんなふうに考えていたかも分かりませんので、えー、これについては全て場合分けが必要になりますで、えー、おそらく予備試験とか法科大学院司法試験の場合にはこの辺の事情す全て書かれています具体的な事実として適時されていますから、えー、表示されていたかどうか C に落ち度があったか A に、えー、その錯誤についての過失が見られるか悪意が見られるかというのは一個一個認定して結果出せばいいんですが、えー、今回の場合、錯誤が認められるのは公開なね表示されていれば 表示されていて重過失なければ錯誤認められます。いいですね。え表示されていて、えー、C に重過失がなければ錯誤は認められますね。で、まあ、表示されてなければダメですね。表示されてなければダメですね。で、表示されてたとしても重過失ならばダメですね。重過失ならダメだけど、その錯誤に陥っていることを A が知っていれば取り消せます。あの錯誤でき通りますねっていう形になります。ちょっとごちゃっとしてますけどね。あの原則としては。 あの表示されていて C に重過失がなければ、作語,無効あ作語取り消しの主張は通るということになりますで、表示されていない場合は無理で、もう一回同じことになっちゃいますが、表示されている場合はもう要件を満たさないから無理、重過失がある場合は、A が悪意重過失がなき限り無理っていう感じですね、まあ、その辺のところになりますので、ちょっとあとで確認をしてください。 ではその動機の錯誤について、えー、もう一問ぐらい触れちゃいたいなと思ってましてそれが10番ですね、えー、ちょっと古めの九州法試験の問題なんですが10番も、まあ、あの同じような問題になってきますので一緒にちょっと考えていきたいなというところです、えー、問題としてはこんな問題 A は画商 B から有名な画家の絵の時点でもうなんか。 なんか錯誤感いっぱいな感じの問題になってますがえ A さんが画商 B からまあ売買契約ですねを代金2000万円まあ一応書いておきましょうか2000万円の代金で買い受けてえ代金全額を支払っても代金払ってもだから炭ですね炭で引き渡しを受けましたえということですねだからこっちが買い主ですで B さんが売り主で当時 AB は 本件絵画を C の、えー、新作と思っており代、えー、金額も本件絵画が C の新作であれば、えー、通常の取引相当額であったということですねつまりお互いにこのものが本物だと思っていて2000万円という値段が付けられていたわけですね、えー、2000万円だというふうに付けられていてで実際、えー、引き渡しを受けたんだけど A はその時に、えー、自宅の改造工事のために D に対して報酬1万円期間50日 期間50日で50万円を前払いして本件絵画を引き渡したなぜかというと預かってもらったんだねということはすごくマイナーな帰宅ですよね、えー、帰宅したわけですね A は D に対してこの,あのこの謎の物体は絵だと思ってくださいこの絵を帰宅したわけですで、まあ、50万円1日1万円払うからって50日で50万円だってことで帰宅をしましたでその ななんか嫌感ますねその後どうなったかって言ったら本件絵画が偽物であって100万円の価値しかないことが判明したから、まあ、A からすみだまされたと思ってるわけですねですから当然返せっていう返還をしろと代金返しなさいとだって2000万円こいつ持ってるからねこの2000万円の代金返還交渉をしていたところ、まあ、順番だとここで時系列だよここで人物関係と時系列だとこうですねでその後にそんなことを交渉していたら引き渡し後20日後に。 20日後に隣の家からの炎症によって消失しましたということですね、えー、と個人的にこれあの最初に言っておくとですねあの合格答案作成講座だから、骨組みしっかりとあの答案の骨組みという観点でいきますから、これ一応、不可抗力ということにしますけど、あの通常の予備試験だったらこれ隣の家からの炎症によって画廊とともに消失したって一応、不可抗力という前提で今回、抗議しますがあの、必ず不可抗力かどうかは分かりません。 なぜかって言ったらこの人画商ですよね画廊経営者ですよね画廊経営者が新作と思われる絵を保管するときに林家から炎焼するところに保管したこと自体におそらく落ち度ありますからね いいですよね、えー、普通防火設備のあるようなところとかもしくは延長しようがちゃんと燃えないような金庫に保管するなどするはずなので本来であれば不可抗力かどうかも怪しいんですが一応今回不可抗力による滅消ということを前提にちょっと解説をしますいいですねはい、よろしいでしょうかじゃあまずですね以上の事案における AB と BD 間の AD 間の法律関係について述べなさいということですねちなみにさっきのね この落ち度があったかどうかっていうことは最終的に BD 間の法律関係でおそらく B が所有者だから錯誤で取り消したら所有者になるんでしょうでもう結論からこれ錯誤取り消しできるんだよね錯誤取り消しした後に B はおそらく所有者だから所有,権に基所有権者として所有権侵害されたってことでこの D に不法行為に基づく損害賠償請求するんですよで不法行為に基づいて損害賠償請求するときに不法行為者の濃い過失がいるでしょう でその時不法行為者の濃い過失を認定する時に当たってこれ不可抗力じゃないよねということはおそらく出てくるんですですのであの実際問題解く時にはこれ不可抗力って勝手に認定するのは危ないんですが一応今回は AB 間と AD 間ということになりますので,、えーまあ、で本来この AD 間の問題のところで不可抗力か否かの場合分けは本当は必要になります、はい、じゃ一応メインどころは今回ここです AB A, B 間の法律構成を論じていくわけですがえなんでこ,れこの人、代金返還請求しているかといったらもちろんえ代金返還ですよねえ求める根拠としては95条1項,1号あごめん1項2項さっきも言ったけど動機の錯誤ですよねえ同期の錯誤に基づいてやっています動機の錯誤に基づいて取り消されれば121条で無効となりますよね。 無効となるから、無効に基づいた現状回復請求というのが。あの代金返還請求権の根拠ということですね。えー、ですから、ここ動機の錯誤になります。で、最初に言っちゃいます。要件充足性については、おそらく問題ないですね。これはね。なぜかって言ったら、ちゃんとここ練習ね。あのー。 法律行為の目的及び、えー、取引上の境通念に照らして重要かって言ったら、えー、絵を取引する者にとって本物か偽物かなんて重要そのものですからそれは重要であるそして、えー、表示されていたかですが、えー、暗黙の了解になってますよね問題見ると当時 AB が本件絵画を C の新作と思っていて で大金額も本件、絵画が,が C の新作であれば通常の取引価格相当額であったということですからお互いにそれを前提とした取引をしていますので新作であることについては目次の表示は少なくとも認められます、まあ、正直、明示的に表示していると思うんだけどね。あ目次の表示 もしくは明示の表示どちら,になどちらかはこの事実からは分からないけど少なくとも表示認められますから錯、えー、誤の取り消しができるということになりそうですとすれば錯誤取り消しに基づいた無効、えー、現状回復請求という流れで体系変換をしようとしているんでしょうねであとは細かい話をするとこれはこのさっきのに戻るとねこの重過失とかの錯誤の悪意重過失とか書いてあるけどこの議論に持ち込むかというと今回この議論持ち込まなくていいですなぜかというと共通錯誤に陥ってますよね いいね、A と B というのは共通錯誤に陥ってますから、えー、忘れてる方は95条の3号、2号によって取り消しですねあの取り消せる場合になります例外の例外ってもう1つあるんですね、えー、例外の例外として相手方が憑依者と同一の錯誤に陥っていたときつまり共通錯誤の場合には例外の例外としてやっぱり取り消せるという規定に民法になってますですのでこれちゃんと書くとこういうことです例外の例外というのはこういう感じですね 共通錯誤ですから93条4項でもやっぱりあの取り消しをできないということはないんですねお互いに共通錯誤になっているときには、えー、錯誤取り消しできますから、えー、今回の問題については、まあ、だし仮に A に重過失があっても あのち,ちゃんと講義として成立する説明するとあの A に重過失があったとしても共通錯誤だから取り消せるというのが正しい説明ね、えー、A に重過失があったとしても、えー、共通錯誤に陥っているから AB の間の共通錯誤で取り消しはで原則通りできることになりますと。ということです。じゃあこここままでいけるかなととう気はしますがで実際のところ あの四十ページの答案例にもある通り、A ・ B 間の法律構成はそこまでバッと言えてしまえばまずはオッケーです。じゃあこれについて B はどんな請求をするかということになってくるんですよ。B の反論を考えていきたいんですが、A が燃えちゃってるんですよね。A が燃えちゃってるんですよ。で、じゃあその時に A に対してこの百万円相当のものを返せと。 いうふうふに燃えちゃったものに対して果たして言えるかって問題になってこれはあの解説だとかなりいろいろ書かれてますまず言っちゃうと40ページから41ページまで,で様々書かれてはいるんですがあのまず条文の骨組みとして押さえていただきたいのが錯誤による取り消しは無効になって現状回復ですよねで現状回復だった場合についてははい。 絵画の返還は原則としてしなければならないということは押さえてくださいいいですねなぜかというとあの現存利益で足りるのは121条の2の3項の場合しか規定がないですよねいいですか現存利益だけで返せばいいですよという規定を見るとそれは、医師無能力と行為能力制限者の場合には現存利益でいいですよというのが121条の2の3項なんです。 とということはその反対解釈からすればそれに当たらないものは原則として現存利益によらず現状回復義務があると考えるべきです。ですので、えー、で実はそれについてすごくたくさんこれ書いたんですよ、でなんか履行不能になっているとかいろいろ書いてあるんですがあの改正民法において百121条の2の規律そのものでやっちゃっていいですからね、まずは。 いいですね、えー、もちろんそれでは妥当性が書くときにどうやって考えるかということでこの回答例はすごく示唆には飛んでるんですけれどもまずはちゃんと条文に即して考えるという、えー、その手で考えれば、えー、実際に A から B の,このものですねこれについては、えーっとえー、現状回復義務は認められます121条の2の3項の反対解釈。 じゃあこれ消えてるけどどうすればいいですか現状を返すんだからその自価学で変換することになるんです、えー、つまり燃えちゃってますから価学賠償ということになるんでしょうねということですから A から B に対する え義務としては2000万円をまあ返すし返しという2000万円返す代わりに A が B に対して100万円を払うということになるんでしょうえつまり結果的には A、B で A は B に対してえとまあ2000万円の返還 B が A に対して100万円まあこれ、転嫁しているわけですね。もう物を返せないですから この矢印債権ねこの矢印は債権という関係でお互いの債権関係で見れば A は B に対して200万2000万円の返還債権現状回復としての債権そして B は A に対して100万円の債権を負うということになりますので結論はそれになると思いますであとは、まあ、書かなくてもいいですけれども、まあ、総裁でしょうね通常はね。 えー、総裁することで1900万円を A が B に対して払えっていうふうに、まあ、2000万円払えって言って多分 B が総裁の公弁で100万円減額していくんでしょうおそらくは、えー、ですから結果的には B は A に対して100万円し100、えー、1900万円を返還するという、えー、そういうふうな形で決済されるのかなと思います法律関係としては AB には2000万円の債権、BA から100万円の債権ということになるんでしょう とといいいうところでいいですでそれについて一応、回答のところではこういうふうに書いてあって、まあ、こう考えちゃうといいかなと思いますが536条1項の議論はこれ書いてあるけどなるべくしな,くてい,い,しない方がいいです536条1項の特定物引き渡しの危険負担の、ね、改正後の類推っていうのを議論してますけれどが536条というのは基本的に契約に基づいた引き渡しの規定ですよね。 契約に基づいた特定物の引き渡し債権を含む総務契約が一方債権が滅失しちゃってなくなっちゃったときに片方が立候補拒絶できるかという問題ですから現状回復の話ではこの536条の場面ではないのでストレートに現状回復の場合では121条の2を使ってくださいというかそのように民法があのなってますからで一応理屈としてはちゃんとまあさっき言った通り 536条を使わない理由はこんんなな感じなんですよ契約内容を実現する場面でしょ、536条って契約に基づいた特定物の引き渡し債権が滅出しちゃいました、反対債権の代金債権拒めますかっていうときに536条が使われるわけだから。えー、ということは、えー、そのような生産関係、つまり現状回復の場面では妥当させるべきではなくてシンプルに121条の2による処理でよろしいよということになるんです。であとはは生産関係はこうなるよね 返還不能となった返還義務は、転、え、換、ー、義務、えー、科学返還義務に転換すると、100万円を返すということになるし、相手方は2000万円返すというね、えー、その処理だけいけばいい、でまあ、一応、なんかこう,こういう言葉使えばいいですよね、なんかね、すごい、あの困った時は当事者の公平みたいな、ね、いい感じですけれども、まあ、当事者の公平考えればそうだなと思いますね。はい、ななおなお、えーっと これねよ読んでいくときに慣れない人はこ,れ、ね、こっちか私の方ね、えー、慣れないうちはあのでもよく考えたらそうなりそうだなっていう価値観を持ってくださいあの結構法律の問題は1回目の講義だからあのいろんな話ができればと思っててだが あの事例問題ってだなんとなくねあの抽象的に考えるんじゃなくてもう当事者の立場に立ってみたらどうなるって考えてみると多分それしかないなっていうまず落としどころがあるよねっていうのは抑えておいてあのだってよく考えてお互いがピカソだと思って2000万円のものだと思って2000万円のものを買ったんでしょでで2000万円の売買をしてで実際にあの実際違ったと。 じゃあ元になしにしましょうってことなったんでしょでなしにしましょょうなにまってなって実は100万円の価値でしたとでその100万円の価値のものを実際にだってことだからじゃあそれで今回取り消しましょうって言ってでその100万円のものをどうしたのって B か A に聞いたらいや燃えちゃったんだよって言ったらじゃあ100万は返してよってなるでしょそれは100万はね100万の価値があるんだから何100万のもの燃やしちゃってるんですかとだからじゃあ2000万から100万引いて1500万も返せますよっていう,ふうに多分言うんだろうなっていうことは出てくると思うんですよねでそれをじゃあ実際に法律的にどう構成するのかっていう話なんですよ でそれが結局のところ、原状回復義務における二2 1条の3の反対解釈を、えー、適用することで妥当な解決を図るというふうに、えー、見ていけばいいということになるわけですね。はいじゃあちょっとそれを踏まえましてじゃあ2番目の問題ですがこちらは条文の問題です、えーっとね。AD 間の法律関係を議論していきます、はい。AD 間ですけれども、帰宅契約、意外となかなか見ない契約ですが、657条ですね、帰宅契約はね。えー 私もあの今あ当たり前に675度ですよねって言ってますけどあの私も引きます、これは。<laughs> あので,で今言えたかって前もって引いてるからなんでこれ実際問題出るとき帰宅、帰宅、帰宅って探しながら、えー、657条を引いてください、えー、すると657条で帰宅というものが、えー、実際に委託して帰宅して物を保管して任せるから効力生じるから帰宅契約が成立してますよね。 いいですよね、えー。実際に承諾して預けてますから、まあ、契約してるじゃあ、これがいつ終わるのかっていう話になるんだよね、はいえー、帰宅が終わるときていうのがですね、条文上どこにあるかというと意外と分かりにくい条文で660えー、っとね失礼しました600、えー、っと帰宅の終了ですからすみませんすみませんえー、っと 帰宅契約が終了しましたよということになりますので、えー、すると、ね、665条を見てください、えー、と委任の規定が準用されていますよね、えー、帰宅契約では委任の契約が準用されていましてで、実際にこの委任の,き委任の規定が準用されている648条準用されていますよね。で条の 3項を見ていただけると、はいえー、受任者は次に掲げる場合には、すでにした履行の割合に応じて報酬を請求することができるという条文があるわけですね。はいえー、ということは、今回20日目に燃えちゃっているということになりますからね。いいいですかかね大丈夫かなはいえー、ですから、実際には。 その帰宅自体はもう履行不能になってしまってはいるわけですよね、えー、実際には実際、預かる義務ですよね、預かる義務の方がもう履行不能になっていますので、えー、当然、帰宅契約自体は終了しちゃうわけです、えー、もうだって目的物が滅出しちゃってますから。ということは、えー、実際にじゃあ、その後の AD 間の法律関係としては、えー、履行不能でなくなってしまうわけだけれども、この、これですね、えー、報酬請求が果たして、あのあごめんなさい。 A から D に対して帰宅したものが、まあ、もう不可抗力で燃えてしまったと不可抗力で燃えてしまった場合 D が A に対して報酬請求できるかという問題になってくるわけですよねで実際問題になっては50万も払っちゃってるんですよね,この人ね、えー、50万払ってますから、えー、A から D に対してさすがに50万返してくれって言いたいわけですよね大丈夫ですね、えー、ですのでじゃあどれだけ返還請求できるかっていうことについて648条の3項をちゃんと読んでいただければ、えー、か1号によって 帰宅者の責めに期することができない自由によってつまりこれですよね A さんの責任ではなくてこれが燃えてしまったということになりますから結果的には割合に応じた報酬請求はできますから20日間保管してもらったということになりますから20日間の報酬請求権は持っていますので実際20万円については払,払わなきゃいけないでも残った30万円は不当利得ですよね不当利得として返還請求をすることができるという結論になってきます。 でなおこれあの D の落ち度はこの報酬請求には影響しないわけです、あの条文を見ていただけると、委任者の帰責自由ですよね、この受任者の報酬請求権について定めている、えー、665条が順用している648条の3項というのは、委任者の帰責自由で委任事務ができなくなったときですよね。えー、委任者の 自由じゃなくて委任事務ができなくなったときに報酬請求できるですから A の側を見てみますね、つまり A に落ち度がなければ報酬請求できますという規定ですからまあ D, の落ち度 D に落ち度があるのかそれとも不可抗力なのかというのは報酬請求の基数には影響を及ぼさないということになってきますはいえとちなみに、ですけどこれ括弧の後半の AD 間のところは格論の問題になってきますので今はむしろ前半ですね、AB 間の法律関係の方をしっかりやっていただく方がいいのかなというところだと思います。 はいということで第10問についてはまあ一応一応の回答ということになります。でその上でですねちょっと戻りまして同期の錯誤をついでにもう一個やっときましょう。えっ、ー、と2826ページですね第7問の問題ですね。はい、はい、じゃちょっとだけ。 じいっなん第7問の方いきますけれども、ちょっと変則的な問題なので、えー、と一緒に考えていきましょう。えー、信用保証協会が絡んできちゃう問題かな。えー、S 社が G 銀行から10億円の事業資金の融資を受けるということですね。つまり問題としては、ごめんなさい、こうですね。えー、S 社が、まあ、G 銀行ですね。多分銀行の G なんですかね、わかんないですけどね。えーで S、社が 10億円の資金を援助を受けるとで一応主催務者ですね S さんが10億円借りるというときに S は A 信用保証協会ただ、まあ、で10億円貸してくれないですからねでこの信用保証協会ってまあ公的機関であるんですよで信用保証協会に保証を委託して A が連帯保証するんですね連帯保証をしていくと。 あのちなみにあのこのレ信用保証協会についてはよくあの保証のところで出てくるんだけど中小企業がお金借りるときに、保証人ってついてくれないでしょ、なかなかか、えー、例えば10億円借りようと思っても、10億円銀行が無担保で貸してくれないから、やっぱり保証人立ててくれってなるわけです、でそのとき、証人ってやっぱり立てにくいじゃないですか、10億円とか、なので中小企業は借り入れしやすくするために、えー、この信用保証協会っていう公的機関がこの会社の保証するんです。 でそれでまあこの S 会社がお金を借りやすくするということです。ですから A S 社がこけると A が払うんですね。信用保証協会が代わりにこの銀行に払うということになります。で払ったらどうなるかっていうと払ったら当然救済と言って主債務がこけて連帯保証人が払えばその連帯保証人が払った10億円については A が S に救済することになるよね。 ちなみにすごい細かく言うと、弁済によって代理することになります。えー、弁済によって代理することになるんですが、A が S に対して求償していくということになります。はい、いいですね。ちなみに求償についてもですね、はいえー、459条の条文ね。えー、条で 保証人が主たる債務の委託を受けたと S さんの委託を保証人が受けて代わって弁済したら求償権を有するという、ねえー、保証の条,条文があるんです、えー、459条という条文ですが、えー、この場合、保証人である A ですね A 信用保証協会が主たる債務者 S さんの委託を受けて、まあ、お願いされて、えー、そして保証したという場合ですねその場合に主たる債務者 S に代わってこの保証協会が弁済をした場合には いいですね弁済をした場合にはその保証人つまり信用保証協会はその財産額について求償権を持つとだから S に対して10億円払えとうう言われるわけですねいいですね、えー、このような求償権を持ちますはい、えー、大丈夫かな、ここまではでその上でえで、ー、問題としては続くんです。だからあの保証協会も 単純にただでホイホイ保証してくれないんですよ、後々のことを考えると、これは実際に民法の問題じゃないんだけど、保証協会としては S が、S 会社がただ単に払えなくなるっていうリスクもあるでしょ。ということは将来的にもしかしたら求償するんです、S に。でも、これが払えないような会社ですよね、そもそもこ,のこれが払えないような会社に対して求償債権を持ったところで、あの回収できないんですよ、じゃあどうするかっていうと、この求償債権に対して、保証人を取るんです。 つまり、この求償債権を主債務として求償して払えと A が S に対して払えということについてもし、要は S 会社が飛んだら B, B さんを連帯保証人に A さん取っていてで結果的にここでこの求償債権の保証というのをこうするわけですね、まあ、今回問題そういうことです S ので大体こういう時どうするかって B さんは代表取締役だったりしているわけです、大取り。 ちなみにこれがすごくね問題になっちゃっていてあのねあの会社がこけると大統領がものすごい大統領個人がものすごい負債を背負うというシステムになっちゃってるのであのものすごくこれは問題視されちゃっているところではありますけれどもかつてはよくやられてました要は会社を信用保証協会としては会社に対して保証するんだよね会社の保証をしてでもし会社がこけたら会社に対してまあケツ持ってもらうわけですよね でだけど会社が実際に払う資力ないからじゃ代表取締役個人を連帯保証人に取っているとだから最後は連帯保証人個人に飛んじゃうというね、えー、そういうふうな契約関係を結んでいた今回、この問題そうです、ね、えー、それがこの1行目から 4, 4行目までです、えー、S 社が G 銀行から10億円の事業資金を融資を受けるにあたって S は A ・信用保証協会に保証委託をしてだ委託って書いてあるのは、がある根拠ね459社は委託を受けた場合に求証権を取るって書いてありました。 で同時にこの求償債権について大取り B が連帯保証しましたでこれで、ね、何もなければ目立たせ目立たせいで大体こ,んなのこけちゃうんですね、はい、S の経営が悪化し債務が弁済できませんでしたとえ主債務こけましたから A, レ A 信用保証協会が債務を履行したんですつまり10億円払ったんです簡単に言うと A は信用保証協会が会社の代わりに10億円履行しましたするとどうなるかって言ったらこの履行した10億円が 履行した分ですすね償と対象になりますつまり会社に10億払えというふうに請求するわけでしょで実際これで10億払って、えー、今ここの契約関係になっているということですだから A は会社と代表取締引10億10億って払えという,ふうにうそういう法律関係になったということですで実際問題になっているのはその後これ弁済したんですがこういうことが分かったんですこのの会社の 大会長さんが背任で逮捕されましたとで本件資金えつまりこの10億円というのはこの会社の会長さんの賭博資金に消費されていたことが判明したということですねで本件融資についてはあのもう創業者一族のいつの時代だったら一族の C の意向に逆らえない雰囲気が C 社内にあったため B としても仕方なく C の賭博代金を借りていたというね、えー、そうねそいう特殊事情があったということですね。 A はそのことを知らなかったわけですね新聞報道で知ったってことは借入れ時にそのような賭博があったとかいうことは全く知らないという事実関係ですで B さんはちなみに10億円の個人資産を有していないってなんかすげえ当たり前のこと書いてありますえー、という状況です はい、でこの時に問題 A は G に対していかなる請求ができるかということですね、えー、なんとなく G に対してどんな請求できるって何かちょっと違和感ありますよね普通だったらこの S とか B に対してねお金払えっていう風に言いそうなところですけれどもただ実は S とか B に対して A が何できるかって言ったらもう答え出てるんですよね A は S に対して求償ですよね、えー、さっき言った通り連帯保証を履行してますから、えー、490 459条に基づいて払えって言えるしもう連帯保証をしてますからその金額を B に対して同じように連帯保証で払えっていうわけですからおそらくはこっちの法律関係よりはむしろこっちの方がなんかあれって感じでほうが実はです、ね、これに問題があるんですよね。この連帯保証契約自体がいいですかポイントはここです A は賭博目的で借りるということを認識してませんよね。 つまり連帯保証をするのに賭博目的だということを知らずにやっているということは同期の錯誤を構成すするる可能性があるんですねにちなみに最初に言ったんだけれどもこれ、錯誤の問題としてはまず10億の保証をするつもりで10億借りて、ま、保証しているからその10億の保証することについては別に錯誤はないの表示の錯誤はないんですよ。 だか,だから1億のつもりで10億って言っちゃったとか、ねえー、10億円だと思ったら10億ドル借りちゃったとかねそういう、まあ、言い間違い、勘違いといったものはないわけですねですから表示の錯誤はないんだけれども、はいえー、問題としてはこの人どんな勘違いしてたかでか事業資金だと思って借りてるんですよねでもちろん賭博資金だという認識であ借りてるというか保証したんだよね。 つまり S が事業をするという認識のもとで借りていたんだけど実は賭博目的だということですで仮に賭博目的で S が借り入れるつもりであるならば連帯保証はしなかっただろうということであればまず A から G に対しては動機の錯誤がまず見えるかなと95条1項2項に基づく動機の錯誤で重要化っていうまた要件充足性を見ていけばいいわけですがまず 押さえてほしいのが、まあ、これ重要かどうかってことだけど、めちゃくちゃ重要ですよね、えー、金融機関、特に信用保証協会のような公的な保証機関にとっては、えー、借り入れ目的、つまりこの主債務者である S さんの借り入れ目的が何なのかということは、極めて重要な意味を持つ。いいいいいうことを自分で,ここで説明すればいいから、ねいいね、あのかねね これはだからじあのトレーニングです。重要だというのは確かに重要だけどなんで重要かって言ったら、えー、実際にはそのような金融機関にとっては主債務者が事業目的特に信用保証協会ってそういう中小企業を保護するための、えー、機関ですからそういうい借り入れる主債務の中小企業の事業目的どおりに資金が借りられているかどうかっていうことが、えー、これ連帯保証するかどうかの大きなファクターになっているってことからすれば、まあ、重要だってことはいけますよね。はい。 で、表示されていたかどうかということになります。次はね。これね。ちなみに回答は表示されていないってなってます。あの？分かりますかね？あの表示されていればいいんだけれども。えっ、ー、と28ページの回答例では今回の問題ではかっこ3番ですかえー。2ページ目の括弧3では。 まあ、明示的、目的に表示されていればいいんだけどあの賭博目的の融資は保証するつもりはないなどの動機を表示したという事情はないから、えー、表示は認められないっていうとう、まあ、書いてあるところですがただ、それは目次的になんか示されているような気もするんだけどね。 信用保証協会の方があの実際に保証するにあたっておそらくそういう委託の契約書とか結ぶでしょで委託契約結ぶときにおそらくそういうふうな使用目的通りの借り入れをしますみたいな多分、約款取るよね契約でとすればおそらくは契約上で表示されてるんじゃねえかっていう気はしているんですで特に銀行もそのことを認識してるはずなんですよね、えー、銀行もそのことを認識した上でやってるから一応、表示されてるかどうかは今回の回答に即しますけれども回答では表示はないとしています。 いいですね。あの、今回の回答ではこのような事情は見受けられないとなってますが、あの実際問題を解く上で具体的な事情がたくさん出てくる問題であれば、え目次的にその賭博目的であったら連帯保証しません。ということが銀行に対して示されていたというふうな認定は十分あるのかなというところだと思います。ここはちょっとケースバイケースになりますが、え一応このような形でいけるかなと思います。だもしこれがバツならばま錯、あ、誤取り消しは結局。取り消しできない。 で結局と表示されているのであれば取り消し丸ということになります、えー、ただ、ですねこれもうちょっと触れていくとですねちゃんとやると A の重過失があるかどうかについてもこれも具体的事実に基づきで答えなきゃだめ、ね、今回あの、どうしても答案構成で短めの問題になっちゃうからあれなんだけれども。 あの調べりゃすぐ分かるような状態であれば、重過失ありだよね、だって保証するにあたってあの、この S 会社の会長さんが賭博にもう入り浸ってるっていうことを仮にすぐ調べりゃ分かるとえいう状態であるならば、A がそをことを知らずに連帯保証したっていうのは、動機の錯誤に関して重過失ありえということになりますので。 えー、でもし仮に重過失があれば取り消すことはできないしでもし重過失があったとしても G がこの会社がそういう賭博まみれだってになっているということについて A が錯誤に陥っていると A、気づいてねえなという状態で、えー、実際にこの連帯保証契約を結んだのであれば例外の例外として錯誤取り消しできるということになりますので、えー、ここについては重過失プラス、えー、G の悪意というのは。 実際にはこれは場合分けをしていくことになってしまいますので今回の問題、そこは割愛でいいよね、大体いいそういうふうなところを検討していくんだなということですねはいなのでこの26ページの問題、です、ね、第7問一応、一橋の法科大学院の1問目ということですがおそらくこれは時間があるんだったら場合分けをすることを求められてますね。 実際に表示があったかどうかということをそれから A、つまり信用保証協会の側にその錯誤に関して重過質があったかどうかで仮に重過質があったとして貸す側である G ですね、保証相手で、債権者である G がその信用保証協会の錯誤を知り得たかということによって錯誤取り消しの有無は変わってくるということですのでこれはだから、すごくこの辺出てくるとオーソドックスな問題だってなります。 あのですので、動機の錯誤だって気付いてしまえばいいと。で次、括っ二2番についてですが、えー、できることは、いいですかね、もちろん A から、えー、B に対してですね、えー、何ができるかということですが、連帯保証人ですから、いいですか。いいですかね えー、当然、連帯保証債務についての履行を求めればいいんじゃないですかということになりますので、えー、とちょっと触れておくと446条ですね、根拠条文はね、えー、保証人は主たる債務者が履行しないときは履行する責任を負うというね、えー、保証人の、えー、規定がありますから、当然、まず A から S に対して求証権発生してますよね、求、えー、証権が発生しているのが459条1項によって求証権発生していますですね。 A から S に対して求償権が発生していてでそしてあ1個じゃない、459条でいいですね、単純に、ね、あごめんなさい、459条1個です、ごめんなさい、459条で1個で求償権が発生していて、B は連帯保証でしょ、連帯保証人ですから、もちろん446条1個に基づいて、保証債務履行請求ですね。 をすることができるという結論でよろしいかと思います。はい。で、ただですね、これ問題見てこれでまあ終わりなんですが、B に対しては連帯保証人だから払えというふうに言ってしまえばまあオッケーなんですが、ただちょっとテクニック的な話をしておくと、この問題見たときに使ってない事情ありますよね。この事情が何を意味するかって考えると、もう一つぐらい請求権立ちます。いい a はその信用保証協会は大取り B に対してまず何を求めるかって言ったら、あんた保証人だから払ってよ。 っていうのはシンプルに言えるんですよそれは根拠条文さえ示せれば主債務の求償権発生ですよね主債務の給証券発生原因である459条1条えそして連帯保証ですからえ保証債務、保証人の責務として、えー、主債務が払えなければ446条1項に基づいて、えー、保証債務履行請求をするということになりそうですねでも、その一方でもう一本立たない何かというとここですこの事実何かに使えません 一個も出てこなかったですよね。で、その時、これが何を意味するかっていうのを、をこの事実を法的評価に。変換することで、何か別な請求権を、立てられるんじゃないかってことを見つけていくんですね。はい、ちょっと一つのテクニックにはなってきます。はい。いいですかね。おそらくね、この。この辺りだろうな。言われるままにやってるって言われた時に。 あのあの失礼しました代表取締役としての一般的注意義務に反してますよね分かる要するに一般的には代表取締役って経営に対する判断をするわけだけどその経営の判断というものをその創業者一族の元会長の言われるままをやってるって言ったら当然、これ経営者と代表取締役というのは過失を構成しますよねつまり、この事実というものが C の過失に基づくんだと。 いうことになってくると、まあ、C の過失を要件事実とする何らかの請求権を検討させようとしているのかなっていう逆算は取れるよね。いいですよねとなれば、まあ、通常あり得るとしたら債務不履行責任なり不法行為責任ということになりそうだ。いいですよね で実際にこの連帯保証契約に基づいては債務不履行責任ではなさそうだよね別にこの A が B と連帯保証しましたっていうのは別にその契約に基づいて契約責任問えばいいんでしょ契約に基づいて履行させるってことですからじゃあ他にあるとしたら何かっていったら B の不法行為というものはありえるかなという気がします、えー、つまりまあこれが実際ど,どこまで通るかは別ですよ A から B, あ B に対して失礼しますちょっとぐちゃっとなっちゃちって申し訳ない 709条に基づく不法行為責任ということになりますあのなぜかというとあの A に損害が発生しているのはもう回収不能になっているんですよ事実上のだ最後のじ問題も実は当たり前のですごい意味あるのよ B に個人資産がないんでしょ。ということは分かりますあの A として見れば 10億円を銀行に肩代わりしたあげ句その回収手段が全くないという状況に陥ってますから10億円の焦げ付きという損害は認定できるんですよ、抗い議いで,、ねえー、でもよく出てくるんですがあの形式的には10億円の債権、ね、は持っているから損してないじゃんとうう考える人もいるんだけど回収できない10億円の債権なんて10億円の価値ないですからね。 回収できない10億円の債権なんて価値はないんだから実質的には10億円の現金払って回収できない10億円の債権が出たっていうのは時点でそれは十分な損害になりますからえ実際に709条に基づく不法行為責任というのはえ十分追及可能というふうになりますえ回答でも一応それは触れてるかなはいえ不法行為に基づく損害賠償請求とということですねあの回答ではで709条の不法行為を最初に書いてますが通常、こっちですね 契約に基づく責任をちゃんと、えー言。言うべきでしょうね。で、あの一つ、あの講義で、もうあれなんですが。 大体責任追及といった場合には契約に基づく責任と契約に基づかない責任って2つで分けるとすごい分かりやすいだから今回の場合だったら保証契約に基づいていかなる請求ができるかって言ったら要するに債務不履行じゃなくて通常の契約や履行しろっていう責任ですよね10億円の保証をしたんだから10億円払えっていう契約に基づいた履行請求であともう1本あるかなって契約に基づかないって言った場合やっぱり不法行為不当利得あたりが出てくればいいでその時に今回の問題で言えば当然この濃い過失が認定できればあと問題は損害だけなんですよ だからその損害というのは回収不可能な10億円の債権に転嫁したことを損害というふうに認定できれば不法行為に基づいた10億円の請求も立ちますただ、その請求が認められても10億円取れるかとは取れないですよわ <laughs> かりますよね B、えー、に対して不法行為で10億円の請求したところで何の意味もないというのはありますけれどもまだ請求として何ができるかという問題ですから、えー、一応そこら辺のところは触れておけばいいかなというところになります、はい、ということで、えー、第7問まで、えー、触れまして少し そろそろ慣れてくるところですので、えー、問題をちょっと気持ちを変えたいところですが、えー、さ最後に錯誤もう1本、パッとやっちゃってやりましょう、8, 万8問もうなんか、第1回でここまで錯誤やるって、ね、などうなってんじゃんって話ですが、でもこれだけやると、答案構成、パッとできるようになるんです、んとなく錯誤出たら答案構成できそうな感じになるでしょ、それがあのもうたくさん問題解くってことなんですよ。 そうするとあの例えば、今最初だったらさ重要な認定がどうの,どうのとかいろいろやるけれども慣れてきたら結局、作語の要件だけ答案構成書けばいいんでしょ作語の要件って言葉だけ書いておけばえ重要、動機だったら目次の,あの表示、重過失の有無相手方の悪意ということころだけ自分の中でパッと出ればいいんで最初のうちは多分こう書く必要あるんですよ、最初のうちはこういうことを一個一個書いていくんおけばいいという形で、構成シンプルにまとめまていきます。 はい、じゃあ、えー、8番いきましょう、えー、8番ちなみにこれすごくいい問題です,いい問題です A は近いうちに高土地の付近の駅が開発される計画の,の情報を得たのでもう見た瞬間のやつですね、はい、地価が大幅に上がると見込んで高土地の所有者 B にも伝えたあでこれも読みながら慣れてきたら表示しているなとかやっとくんですよ動機の錯誤っぽいの分かってるから えー、読んだときにか開発される契約があるから買いますということで動機の削での売買契約なんだろうなと思いながら読んでいくと、高土地の所有者にも伝えた上で購入しているから、えー、表示の認定はここでできるなみたいなこと前、前出しできちゃうんですね、で短い文章のときはいいんだけど、予備試験だと大体このぐらいの問題が2ページ、ですね司法試験だとその2倍から2.5倍になりますから、読みながら要件充足性チェック入れていくって癖をつけておくと、あの有効です、慣れてくると答案構成するときは、答案上で構成しちゃいますから、あの問題文上で、ね。 はい、で登記も移転しましたで、後にこの情報が虚偽であることが判明しましたということになります。えー、ということで第8問、えー、状況としてはこんな感じです A が B にいて売買契約、えー、でそして所有権移転登記で、慣れてきたらこうやって表示とかないでこ, <laughs>、えー、こうやって書いておけば、ね、あ、同期表示されているなと、はい。ということでこんな感じの状況です。はい、1番 えー、A が不動産業者であり、えー、あでこれそれぞれ独立した問題ですから問題としてはこの事実を前提に1番、2番、いいていきます、はい、1番 A が不動産業者であり虚偽であることは付近ではある程度知られておりなんとなくこの時点でもう A の重過失を認定してくれと言わんがばかりだからもう慣れてきたらこういうことやってるの。 かります慣れてきたらこんなこと書いておくと問題を抱くときに落とさないでしょ。だから A、重化しだよ、これね。えー、誰だって知ってんじゃんとで。で、そしたらあ、あ B、それを知っていた。あ,あえー、相手方、悪意だなと。っていうふうな形で書いておけば、えー、なんとなく、書くべきことっていうのはシンプルにまとまってくるかなと思います。とすると、一番としてはこんな感じなのよ。 要件充足性については重要表示 OK ですよねえ重要と表示は OK とはいでただ要件満たすんだけど95条3項柱書きで柱書きで A 重化質あるよね A、重過失っていうことは取り消し制限できないただし95条3項1号で B、悪意だよねと。ということは結果的に取り消し OK と、まあ、こんな感じですよね慣れてくるとこういう感じで書いておいたあとは問題の事実を拾っていくっていう形で答案構成これで十分書けます,いい,す、ね、いいかなでもちろんこれちゃんとやるとですね あの A. が B. に対して代金返還請求することができるかって問題ですから。まず、この要件充足性を取る前に、なんでこの要件を見てるかというと。訴訟物を見ると、九十五条一項二号に基づく取り消しで百二十、ごめんなさい。百二十一条で無効になって、無効に基づく現状回復請求だよねっていうことですね。いいですね。えー、これが。一応最初に書くべきことね。いいですか。あので、答案構成から。 答案にするっていうのはどういうことかっていうとあの慣れてきたらぜひやってほしいのは答案構成を見たときに自分で喋ってみるんですよ。で自分で喋って書けるんだったらそれを文章化すれば答案になりますからあの答案力がちょっとつけたいなって人は答案構成だけ見てこれで喋ってください。っていうね、えー、例えばですね今やってみて失敗するとすごい恥ずかしいんだけどあの例えばこの問題ですね A は B に対して代金返還を請求することができるかとじゃあこの代金返還請求の根拠は えー、95条1項2項に基づく動機の錯誤によって、えー、本件契約が無効になることによる現状回復請求としての返還請求ですよね。ということはその A の請求が認められるためには95条1項2項に基づく動機の錯誤が認められるかということが問題になるわけです。ですから95条1項2項の要件を検討すると、えー、要件としては重要であることと表示であると。 重要か否かということについては、えー、この人は何ですか、土地を買うにあたって、えー、近くに駅が上がって地価が上がるかどうかということについて重要なのか一般人が見てどうかということですよね、まあまあ、重要なんだろうなって認定をまあしてもいいですけど、まあ、そこは、まあ、例えば自分の土地の地価というもの、えー、住宅購入するものにとって地価が,じ地価がど上がるかどうか。 もしくは近くに駅があるかどうかというのは一般的に重要なことであってでそしてそのことについては条文に問題書いてある土地の所有者には明示的に表示していますということは要件重塞性を認めているしかしながら A は不動産業者であって虚偽であることは通常知るべきなのに知らなかったという重過室があるから95条3項柱書きによって重過室による取り消し制限がなされるようにも思える。 しかしながら B はその錯誤に陥っていることを認識している以上95条1項3号により錯誤取り消しは妨げられないということじゃないですか。とすれば錯誤取り消しに基づいて原状回復請求は認められると。 いう感じで A の請求認められるって言っちゃう。で、今言ったのこれ元にこれとこれだけ元に今ちょアドリブで喋ったんだけど、そんな感じでなんか自分なりにパッパパッパッと言ってみるってことができるとあの答案構成はできると思います。あの実際ね将来的に実務化になるとそういうなんかね、えー、喋るってことが必要になることもありますし、あとは予備試験を受ける方はやっぱり口述試験もね、えー、控えていくところですので、そういう意味では自分の言葉でね喋ってみるっていうのはすごく有効かなと思います。はい、ちょっとおまけでした。じゃあ2番。<laughs> はい、2番ですけど、その後、無視力になりましたと、えー、A さん、残念っていうね、買ったはいいけどね、無視力になりました、A さん、錯誤に陥っていることは認めたが、事故の責任を感じて、錯誤取り消しを行わなかったと、えー、なんとなく、AB 間で、まあ、買ったはいいんだけれども、錯、え、誤、ー、取り消しをしないで、この状態が続いていた、で、ポイントは、無視力になってますから、お金はない状態になっているということですね。 一応、ね、ここに土地はあるんだけど要はすげえ安い土地だったんだろうねいいですよね、えー、債務借金が何千万円あるってこれ買った土地がさすげえ安いあの全然しょぼい土地だったって状態ですよね、はい、この時一般債権者 C がいます、えー、一般債権者 C がいて、まあ、何らかの金銭債権を持ってるとでこの時に、はい、B に対してこの代金を 俺によこせというふうに請求してるんですよねさあこれが認められるかということです何を根拠にこいつは代金を代金支払いって B に言ってるんだっていうことから考えていきますでその際にまずさっき言った通り錯誤があるってことはしっかりと 作取り消し権に基づいて A は B に対してこの権利持ってるよね。錯誤に陥っていて錯誤に陥ってることを認めてるよね。ということは A は B に対して錯誤で取り消してこれ返せっていう請求権持ってるんです。 だから1番ではその請求権を行使しているんだけど、設問の2としてはその請求権を行使していない状態になっているで A、A が無視力状態に陥って、C の債権者としては、これ、なんとかお金回収したいとすれば、何使うかといったら、もう423条1個、債権者代金です。いいですね 債権者代金を行使すすることになります要件としては423条ですね、えー、ちゃんと要件を充足しているかだけは困ったときは見てくださいね債権、えー、者は要件としては事故の債権を保全するためですから債権があることですよね非保全債権があること、まあ、一応ねごめんなさいちょっと書きます 条1項非保全債権があることですよねでその後に保全をするため必要があるときはっていうこの必要があるときって何を指しているかというと無視力を指すんだよね債務者が無視力であるときには、はい、債務者に属する権利非大権利を行使することができますよとで、まあ、一審専属権でないことが必要になりますが 非大権利でこれはちなみに、えー、書いてあるけど一新専属権は無理なんですね。一新専属権は無理。で、最後に4。債、え、権、ー、者は債権の期限が到来しない間は肥大権利を行使。 弁済機ですが、まあ、弁裁機であることが要件になりますが、まあ、この3つの要件がまあベースとなる要件にはなってきますので、えー、この債権者代権の要件を満たすかどうかとということを丁寧に見ていけばいいということになってきます、はい、でなおですけどこれ判例の立場としてはこの錯誤については本人が認めているときじゃないと代できないという判例があります。 あのなぜかというと、錯誤の取り消しって何のためにやるかというと、憑依者保護のためですよねつまり、うっかりと錯誤しちゃった人を、それを取り消しによって、その錯誤した憑依者を保護するための規定だから、本人が錯誤だってことを認めていないのに、勝手にあなた、錯誤だよねって取り消すことは、憑依者の意思に反すると、分かります例えばこれ A が認めてないやつじゃん いや俺、じゃないいっすよみたななね、えー、俺作語なんて陥ってないっすよって言ってるのに C がいやいや、あなた、錯誤ですよって言って取り消すのは A の意思に反するものとして判例は認めないという判例があります。ですので、えー、まあ一新専属権とはちょっと違うけれどもその A を保護するために錯誤がある以上は A がその錯誤であることを認めている場合に限り債権、えー、者代権を行使することができるというのが判例の立場になりますので、えー、ここの部分はなので一応意味があります。 これ、えー、自ら錯誤に陥っていることを認めたというのは判例の要件をあの一応踏まえているものということになります。はい、はい、でいいですねじゃあ、一応これ、でき,できるとしましょう、債権者代権で、えー、できるんですが、今回この問題、もう一個続きますよね、普通、債権者代研するときにはこのお金、どこに行きますかというと、A のところに行くんだよね。 A に引き渡せというのが本来の債権者代権です要は A が, B に対する A が B に対して譲る現状回復権を代行使するわけだから B が A に払えってなるじゃあ C に自ら引き渡せって言えますかという問題を乗り越えなきゃいけないわけねでこれについてはかつては判例の立場でやってたんですがもう条文で明文化されてますので同産と金銭は直接引き渡すことを要求することができます423条の規定の3ですね 423条の3の規定で債権者へ直接支払うように請求することができますので結局のところ債権代金プラス事故への引き渡し423条の3ですね。一応423 3条の3では 債権者は被大債権を行使する場合において金銭または動産の引き渡しを目的とするものであるときは相手方に対して直接私に引き渡せと請求できるとされていますのでえ事故への引き渡しもこれは認められるということになりますからここの請求は通るとということになりますえな,おなおと言っちゃいけないんだけどなんでこれ事故への引き渡しができるかというとあの A が受け取らないことが多いんですよね。 実際にこう債権を行使しないっていうのはなんで行使しないかっていう理由はどうせ債権行使でも持ってかれちゃうわけですよわかります、えー、このお金を B からね取り消して戻したところで A がもらっても右から左じゃない行ってこいじゃないですか結局 A が持ってかれると C にそのまま持ってかれちゃうから結局じゃあ債権受け取りませんよっていう受領拒否しちゃうんですよとすると全く意味がないのでそういう受領拒否するっていう弊害を避けるために B は C に対してあ、ごめん C は B に対して私にそのお金をよこせっていうことになる いいですね、で問題としてはそこで止まるんですねですがこの後の法律関係もう1回債権者内見の復習ですがこれ、ちなみにこの受け取った後どうなるかって覚えてますこれ、誰のお金かっていうと A のお金を預かっているだけですからねいいですかあの結構勘違いしたのはこれで B, B から C は回収してこれでめでたしめでたかしたらそうじゃなくて B は A のお金を預かっているだけですから結果的に A に返さなきゃいけません A に返さなきゃいけません。 とするとその後の法律関係は A が C に対してこのお金返せって請求してきます,です、ね、A が C に対してこの B から預かったお金を私に返せって言ってきますその一方で C は A に対して非保全債権がありますそれを相殺しちゃってしまうわけですねですから例えば A があごめん C が A に1000万貸してるとで回収したお金がちょうど1000万だとしたらじゃあ A が C に返せって言ったらいや あのじゃあ A が C に返せという返還請求権と C が A に持っている債権金銭債権を総裁して決済しちゃうとなのでこれがよく言われるのが債権者代金って本来はみんなのためなんですよね債権者代金っていうのはこのみんなの債権者のための財産を保全するんだけれどもこのお金に関してはさっきの総裁によって事実上の優先弁済を C が受けてしまうと。 いうふうなその説明がされるところです。まあ、ここはおまけですね、はいえー、ということで、2番の問題は以上になります。えー、と2番の問題、一応、大きな枠組みだけ触れておくと、まず債権者代券を使うという法律構成をまずしっかり見ていただくことと、その要件充足性をちゃんと丁寧に言っていって、事故への引き渡しを423条の2でいくということですね。であとは判例上、この話ね、はい、えー、っと、どこだろう。 はいえー、と一応、ここ、判例の立場です。えー、と表示者本人が錯誤を認めている必要があるというのが、錯誤取消権の代行使用権。ただ、これ、判例上です。 錯誤取り消しの代行使用権でこれは判例上なぜならば錯誤ってごめんなさいちょっと字ふにゃっとしてごめんなさい作語って憑依者保護のためですから憑依者自身が認めてないのに勝手に錯誤取り消し権を第三者が行使することっていうのはそれはゆる現に包むべきだというところから言われるところでございます。 はいえー、ということで、作後祭り、これにて、えー、終了というところになります。で、えー、一応、あともう1問だけ、えー、頑張っていきましょう、せっかく、えー、1回目の講義ですので、あ,であとはちょっと触れながらになりますけれども、問題としては第8問まで触れていきましたが、えー、最後に、えー、と飛ばしちゃってる問題としては第、第一応、2問と、ごめんなさいね。 まだ第5問がちょっと触れてないので第2問、第5問がちょっと次回講義にしましょうかとは思っていますがただ、すいません、第5問やっちゃいます、最後にね、第5問を触れます、第1問、第2問がちょっと残っちゃいますが、8問やればね、すごいことになってます。 えーとじゃあそれをやってから、えー、この後に最後にばっと、ねえー、ポイントになる点をまとめていきますが、えー、と第5問、どういう問題かというと、A は B 所有で登記されている建物を、B から賃借して引き渡しを受けて店舗を営んでいるという状況です。えー、つまり、A さんは B さんから賃借ですね、賃借ですね、賃借をして、この建物の引き渡しを受けて住んでいると。 ね、A は賃借にあたって B に、敷金の差し入れ、そして賃料も支払ってます、ちゃんとね、両方ともちゃんとできてますね、A は B に対して、賃借人の義務である、ごめんなさい、えー、賃借人の義務である、敷金の差し入れ、それから賃料もなしているという状況にあります。はい で実際これで問題ないんですが実はところがこれ所有者は B ではなくて C 所有なんですね、はいえー B、実際には、えー、真実の所有者は B の配偶者である C さんであって、えー、どういう,ふうな状況だったかというと、はいえー、C が B に対して抵当権の代理権を付与して登記に必要な書類を交付したところ勝手に登記を移転しちゃったという事実関係があったわけです。 つまり本当の所有権は C さんなんだけれども、えー、実はこの BC 間の間では定当権設定の代理権があると定当権設定の代理権プラス書類を授与していて書類、ね、でその結果実印とか渡してたから B が何をしたかというと、えー、所有権登記ですね所有権登記を移転してそして えこの賃貸借契約を行っていたと、まあ、こういう状況だったってことですね、なので問題見てこういうのが書けると早いね、あの当然、一発目でこれ書けるかそれは書けないですけど、慣れてくると、さっき言った事情、事情この6行を見たときに、これ、パッと書けばいいです、えー、つまり B が A に対してまあ賃貸借契約して A が引き渡しを受けて賃金が入っていると、で実際 B は所有者じゃないと、えー、真の所有者はここにいて。 真の所有者は C さんで C が B に対して定当権の設定を頼んでたら B が勝手に所有権を自分のもとに動かして勝手に貸したという事実関係があると。えー、ということはなんとなくあの権限外の代理になるのかそれとも、えー、94条2項の問題なのかとか,なんかその辺なんか想像つきますよね。 え問題としては1番、2番独立した問題ですが1番です A が本件建物を賃釈した1年後に A が C から本件建物の明け渡しを請求されたという問題ですつまり、1番は C から A に対して明け渡しを請求してきています。よねね多分ね え確か配偶分かんないですね配偶者どっちか分かりませんけれどが、まあえー、夫、妻にしましょうかつまり真の所有者の奥さんの方がいやこれ私のものだから何勝手に住んでるのっていう明け渡しですから当然、所有権に基づく返還ですよね返還請求ですよね。で原則としてはどうすれば A は無権利者ですよね。 なぜかといったらもういつものことを書けばいいですから、えー、この所有権移転については B 名義だけれどもこの所有権については富士登記ですよね富士登記で登記に更新力はないんだからと、えー、いう話をすればいいですつまり所有者じゃない人から借りてるんだから正,正当な占有権限ないよねということを書けばいいです今回だから譲渡じゃなくて賃貸借だからあの書き方としては B が真の所有者ではない登記に更新力ないから所有者じゃないので無権利者から借り受けてるだけですから他人物賃貸借です で他人物賃貸借ですから正当な占有権限はないということですだから原則としては C からの請求を明け渡さなきゃいけないのが原則です,いいです、ね、つまり A に原則としては A 占有権限なしですので、えー、明け渡すと。 いうね、すごい悲しい結末になっちゃうわけですがただ、それで終わっちゃまずいよねなぜかというと A は C に対してどのような主張をすることが考えられるかだから明け渡すという主張はさすがにまずいよね、えー、全面敗北みたいな主張しちゃうことになりますからなんとかして明け渡しから逃れたいでその時に何となくたくさん解いていくと分かるでしょ当機に更新力がないみたいな論章がで論とって言葉は私使いたくないんだけど当機に更新力がないという論理展開であったりとか、まあ、事実関係が出てくる時は大体94条2項の問題ですよね。 権利外観法理による保護で、これはちゃんとインプット保護やってればわかると思うんだけど、あの登記に更新力はないから更新力がないわけですよね。で、この更新力を補うのが94条2項の考え方なんだよね。なぜかというと動産の場合には。 工事ですと引き渡しの公示に加えて即時取得っていう更新,力は更新の制度があるわけですよねだから保護されるんだけど不動産の場合には公示制度はあるけど更新力がないから更新の原則に対応するような民法上の建て付けがないだから判例上94条2項類推適用で更新の原則に近いような保護を与えるっていう考え方があるわけ。 だから、当期に更新力がないから無権利者だという,いう議論が出てきたときには一方当事者については94条2項による保護を求めるというのはやっぱり自然な成り行きになるわけで、ね、そこがなんか分かってると結局のところ94条2項だよねという話になってきます。はい、で今回、そしたら94条2項で A から C に対する反論としてはじゃあそのときに意思外形対応型化を見ればいいんでしょ。つまり いいですね、なぜかってこれ A からしてみればまず虚偽の外観を信じてますよね目の前にいる B さんが真の所有者であるであのこの「123」って書いてたけど同じね A, のあの A というか本人の奇跡性虚偽の外観第三者の信頼っていう、まあ、3つが出てくるんだけどとするとここに出てくるまず虚偽の外観とか第三者の信頼っていうのあ出てくるねあとは本人を見るときにじゃあ本人って今回 C だよね,いいね A 対 C ですよね AVSC という関係ですからこの,人のこの人がいわゆる本人になるわけですよね本人と第三者の関係になりますよねとすると C っていうのはまず医師外形対応型化を見るとこの人は何を任せてるかっていうと定当権設定の代理権を依頼してますよねつまり定当権を設定するということについては承諾を与えてるんだけれども所有権移転までやられちゃってますということは医師外形非対応ですよね いいですね医師外形非対応型になります C の内申としては、えー、そんな所有権を B 名義にするっていう C あごめん B 名義の虚偽の外観を作るっていうことについての意思はありませんからあくまで C の内申としては定等権つけるっていうだけですでそれにもかかわらず B が、えー、所有権移転登記をしたということは意思外形非対応型になりますから94条2項プラス110条の類推ということは A は善意かつ 無価値まで要求さええと,ということですでここでねあのよくやっちゃう間違い言うとあの110条の,この権限外の代理の話ってあったじゃないですか表権代理この議論はこの問題はしちゃだめだからねなぜかというと B は代理人として振る舞ってないですからねいいですねあの表権代理の成立って要は有権代理無権代理表権代理っていうね、えー、思考過程を取るわけだけど少なくともその 代理人が代理行為として、懸命を行って振る舞ったってことが前提になりますから、B は所有者として振る舞ってますからね。いいですね、勝手に登記移転をして、所有者としてリース契約を結んでるわけだから、えー、全く B は C の代理人だなんてことやってませんので、表権代理の規定だけは今回使ってはいけないわけです。だから、表権代理の規定ではなくて、こちら、権利外観法理による救済規定を用いていくということになります。じゃあ、その上で、はい、あとはするっていきますで。あとはそれで えー、もう無価質かどうかを見ればいいんですがでこの時に一応触れておくと A の無価質について、えーまあ、今回、事情が分かりませんが A が無価質であれば OK ということになっていきますはい、いいですねなおですけどこれ C の軌跡性とかもねね、あのー、やっぱりあれだよ、ね、配偶者だとしてもその書類を渡しちゃうということについてやっぱ落ち度があるということです、ね。であとはえー 身分上いいのか分からないけどこんな人を配偶者に選んだってことが、ねまあ、問題なわけですよね、えー。そういうことが問題になっちゃうのであの一応、そういう落ち度は一応 C にはあるっていうことから、まあ、一応、あの表権法理も規定していいのかなっていうところだろうね。はい、ということで1番はそんなところになりましてで2番であとこれ問題解くときには無価値かどうかの事実についてはいろんなことを拾うんですが、まあ、これだけだったらちょっとあまりにも分からない A が無価値かどうかね。はいということはちょっとこれだけは何とも言えないですがただ。 ちょっと触れとくと通常無価質かなって気はしますあの例えばれ、店舗で普通に営んでて借りてる人でしょで通常、大家さんが何者かってあんまり興味ないですよね。いいですか例えばこれがあの大金の借り入れとかだったら話変わりますだから大きな金額の借り入れとか不動産の売買とかね。 そういったものだったら結構問題になるんだけどこの問題って見るとさ店舗を営んでる人がそのテナントさんがただで,の中でおや大家さんで家借りてるんでしょ とすると大家さんが何者かっていうことについてあんまり興味を持たないっていうのが通常でそこまで大家さんのが何者かについての注意義務ってないのかなって気はするのでまあ無関心になるのかなって気は個人的にはしますこの事実関係何もないけどねはいまあ、ここはちょっとそんな感じで答案構成レベルで止めておきますじゃ二番目の問題ですが、えー、じ今度はちょっと話変わります A は本件建物が B の所有でないことを知りましたといいですねで C に対してあの 賃貸借契約の追認を求めてるんですねつまり問題としては A、まあ、同じですね、B があって結局こうなんですね、他人物賃貸借で、まあ、C が所有者っていう状態になっていてで A は B に対して追認を求めるわけですね。要するにあの別に追認すればね、あの 他人物賃対策でも別にできますから、えー、いいよね、借りていいよねっていう,ふうに頼んだんですよそしたらこの奥さん怒っちゃったんですね、えー、C はこれを拒絶したつまり C としては追認を拒絶したという状況です、えー、実は次回講義の内容になっちゃうんですけどね、えー、追認を拒絶しましたでその後に追認拒絶した後に C が死亡して C が死亡して B がこれを単独相続したと。 相続をしたということになりますで実はこれ、講義としてはこの後あの次の講義の時にやりますなぜかというと次の講義以降であの無権代理と相続という議論が出てくるのでその時に密接に絡んでくるのであこれ、その話だなというところまでで今日は大丈夫ですで実際にあの無権代理ではなくて他人物売買だけれども、まあ、同じような議論が成り立つわけですね。えー、B にに死亡しました死亡亡ししししまたてて相続が発生してでその後に 相続が発生した後に B が A に対して明け渡し請求をしてきたとでこの時に明け渡し請求というものが A はこの明け渡し請求を拒めるのかという問題になってきます。でこれについてはあの 無権代理と相続のところでこの問題戻ってきてもう1回やるのであの最初にこういう話あったなっておさらいしてほしいのが他人物じゃなくてこれ無権代理の話で,あの追認で追認権のあるものがなくなって本人を相続したというやつですでその場合にあの資格融合説資格併存説ってあったの覚えてます、えー、本来だったらこれが代理人本人のケースですよね。代理人本人本の話で,でほ 本人が亡くなって本人を無権代理人が相続した時には本人の地位と無権代理人の地位が併属すると。で併存するから、えー、併存した結果としてそのこの本人の追認権というものがもう相続されてこの B さんが追認を拒絶することができるみたいなねそんな話があったと思いますがあの今回実はそれの応用なんですけれども。あの 今回、そこまでまだ気にしなくてもいいですあの一応、そういう,ふうな議論のまとまりなんだというところまでであの頭出しということにしておきますですのであの次回の講義もそうなんですが第5問の 2, 番以降の2番の問題ですね えこの問題については一応さっき言ったのを前提として、えー、ちょっとかあ,のあったときに考えていただければという形であのここのまでにしておきますなので今日,と今日、ね、あの1回目なのであまり時間を延長したりするとあれだと思いますので、えー、と講義としては第1問、第2問と、えー、第5問の2番の問題についてはちょっと次回に回すという形になりますで、えー、と予習じゃないですけれども次回の講義ですね来週の講義の予定なんですけれども、えー 一応 1, 1回10問って言ってるところではあるんですが、18問まで、えー、ですね。 えー、第18問までの内容はすべて、えー、答案構成レベルまで扱っていきますので、えー、今日の、ね、やってないところですね、えー、第11問から第18問までの答案構成やっていただければ、で大体、答案構成のレベルってこういうふうな感じであのふ、ね、ふにょっと書く感じ、こんな感じのことを書いておいて、自分の頭の思考過程作って、講義の中で言っていることがあってれば、例えば、言った、言った、できた、たできたってね、できてなかったらやべえっ,って、なんか赤で入れておくとかしてあの、そういう形で、講義前に自分が準備したものと、講義後にでき、えー、たものっていうのが、 どこがそこがあるのかってわかるようにしてしまうっていうのがいいのかなというふうに思います。とあとはですね、答案については、はい、えー、第四問ああのおすすめというかねあのぜひあの当案構成じゃなくてね当案をちょっと作ってみたいなという方は、えー、第四問と第八問がおすすめです。えー、推奨です。第四問第八問については、えー、じあの。 実際にこの答案、回答例もそれなりにちゃんとしてますので、えー、回答例に即しながら第4問、第8問の回答をつけていただければと思いますであとは若干、えー、余力のある方は本当に余力のある方はで大丈夫なんですが、えー、と第9問かな、えー、第9問も、まあ、あのさっと問題作っていただいて重要だったら 48, です48についてということになります。 でここまでになりますが、えー、と最後に、えー、さっとあの3番から今日やった問題の,あの必須の答案構成のコアだけちょっと言って終わりますので、えー、第3問ですね大体こういうことだよってところだけね、えー、第3問についてはまずあの未成年者の原状回復請求に対する抗弁として未成年者の差術に当たるかどうかという答弁が1つ、えー、それから、えー、消滅事項の抗弁ですね、えー、実際返還請求権が追認ができるとあごめんなさい あの返還請求権がなしているのが、まあ、時効期間経過しているんじゃないかという抗弁に対する反論が立案できたか、えー、そしてあとは、えー、実際にはバイクがぶっ壊れちゃってるんだけれども同時履行の抗弁が通るかというね、えー、つまり、現状回復請求に対する、えー、B から A に対する未成年者殺人の抗弁、えー、消滅事項の抗弁、えー、それから同時履行の抗弁について検討できていれば OK という形です。はいえー、第4問、えー、については えーまあ、権利外観法理ですね、えー、原則としての原則論として登記の更新力がないというところを踏まえつつ、権利外観法理による解決を導いていくと、えー、いうことになります、でその上で、えー、D と E、ですね経絡人が出てきますから、えー、実際に、定等権者と経絡人で、えー、第三者、転得者という関係がありますから、第三者、転得者の善意悪意の場合分けをちゃんとすることです、ねえー、が求められる問題ということですね。はい、で5番のの問題にについててははみやりまししたが、えー、括弧1に関しては えーはい、所有権に基づく返還請求権に対していいですねあの A から医師外形非対応型になりますけど94条2項、110条の累積適用によって、えー、実際に。 B が所有者だということを前提とした占有権限を認めるというそういうふうな、ね、権利外観法理の主張というものが通るかどうかということが検討できていればいいといととうことになります、はい、あでちなみにこれ5番については一言コメントすると、あのっこ1番が全員無価値が認められるとどうなるかというと A の信頼通りの権利関係が認められるということになりますから所有権がやられるわけじゃないからね。 いいね、A は所有者になれるわけではないので B が信じたあの A が信じたことは B が所有者であることを前提として、えー、その前提とした賃借権が得られるというつまり占有権限というものが保護されるってこといこになります、はいえー、そして6番ですが、えー、権能なき社団、ね、がどういうものなのかということを認定した上でえで、ー、A が代表者だった場合には代表権の濫用の議論ですね。無権代理 のととみなされるというね、えー、あの悪意相手方が悪意を誘拐しなら無権でありとみなされるという代表権乱用の議論で事故の名で行った場合には他人物売買になりますから、えー、事故の名で行えば他人物売買ですからやはり権利外観法理になりますで権能なき遮断については意思外計非対応型になるんだよという話も第7問については難問でしたが、えー、動機の錯誤について、えー、信用保証協会による、えー、保証に関する 問題で動機、まあの錯誤の認定をしっかりとできることとあとは B に対する請求としては代表,あの代表取締役に対しては保証債務の履行という契約上の履行請求とあとは問題文から何とか C の過失を認定して不法行為責任の追及、ねえー、特に損害論ですね、えー、損害の認定というものも丁寧にやって、えー、2つ、えー、軸が立てばいいかなというところ。 はい、第8問、動、え、機、ー、の錯誤についての問題、1番はもう動機の錯誤をしっかりとやると、で特に両問ですからね、えー、その原則例外、例外の例外って、一個一個当て込んでいく両問ですので、えー、問題の中で実際、答案作ってみるといいと思います、で括弧2番については、えー、錯誤取り消しに基づく原状回復請求権の代行使の可否。 でこれは錯誤を認めているという要件を忘れないこととあとは事故に対する引き渡しについては423条の3の明文化によって認められるというところが指摘でできればよろしいです、はいす第,、ね <laughs> えー、第9問については、えー、括弧1はもう単純に177条該当性の問題なんだけれども、えー、配信的悪意者を忘れないことですね配信的悪意者論の,あの場合分けを忘れないこととあとは177条の使い方ね いいですね、あの要するに所有権に基づいて登記がないものが主体ですからね、登記がないものが登記なくして第三者に主張できるかって問題ですから、C の第三者該当性っていうことにちゃんと持ち込めたかどうか、であとは細かいですけれども、二重売買の売り主に対する損害賠償請求権を非保全非担保債権とする留置権。 の講師の可否っていうものも一応、答弁としてはあり得ると通らないけどね。ということですね。と、はいうことですね。いは、には動機の錯誤の練習、括弧3番については、講談はそんなに気にしなくていい、AD 間の法律関係については帰宅の問題になるから特に気にしなくてもいいですが、AB 間の法律関係、しっかりと動機の錯誤の認定と、あとは現状回復義務については、その121条の2の3項の反対解釈ね。 制限行為能力者とか石武能力者じゃなければ現状回復義務として残りますから現状利益では足りないわけね、もう滅出させちゃったらそれは価格返還義務として現状回復として残るということを認定してその燃えちゃったピカソ100万円、ね、ピカソの偽物ですね、だから燃えちゃったピカソ100万円相当をちゃんと100万円として返すということを認定するというのが求められるという。 はいえー、ちょっと今日1回目の講義ですのでまだ答案構成してないというケースもあると思うのでもし余力があればそれ踏まえて真っ白な状態でもう1回ね、えー、綺麗な形で1問10分程度で答案構成してみると復習になるかと思いますで、えー、復習する際にはぜひ見て復習するのも大切なんだけれどもあのもう1回白い状態でパーッと自分なりに答案構成をして、まあ、講義で言ったことをまあ追体験すると。で 特にその時、判例とか知識特に弱いところってありますよね、なんか動機の錯をようわからんかったとか、医師外形非対応型って何だっただろうとか、剣能な記者なんて何だったんだろうって出てきた時にはその部分のインプット講座でやったもの、ですねもしくはご自身で使っている、えー、インプット教材、えー、そこのところをリファーして、あのそこを読み直すだけで全然あの包括的な力つきますので、特に2年目講座って弱点潰すっていうことです。とにかくね で弱点ってどうやって見つけるかっていうとあのできないことを確認することが大切でこの講座ってやっぱりそこが目的ではあるんですよあの民法は私になるけど100問近くやるので,で100問近くわーっとやっていく中で全然手が出ないものっていうのが絶対出てきますでそれが実はチャンスなのでそれが出てきたら講義の中でまあ大体のじ具体的なイメージをしてそれでインプット教材の中でそこを重点的に潰すってことであの漏れがない形になりますので,で特に2年目講座は、ね、科目が並行するわけですね ですからもう各科目がざーっと並行する形で、あのトータル的なアウトプットっていうのが磨ければというふうに思っておりますので、えー、ぜひなかなかあのヘビーな講座ではありますけれども頑張っていきましょう。じゃあそれでは第1回の合格ト案作成講座の民法編は以上になります。じゃお疲れ様でした。